聞こえる？みんな。みんな聞こえる？みんな聞こえたら手挙げて。いやー、久々だな。きついな。懐かしいぜ。音聞こえる？音でかいかな？音でかい？聞こえてる？音割れてる？音割れてる？どう？いい感じ？ちょっとでかいかな。ちょっとでかそうな。OK。これくらいかな？はい、ワード2。よし、気合い入れてくぜ。おーす。おーす。さあ、やっていきましょうか。風船10個で、聖剣好き1回やります。はい、ワード2。寝れないよ、今日は。今日は寝れないよ。今日は長くなるよ。はい、ワード2。みんなカウントもよろしくね。風船10個で1回。あれ、タバコとかやったっけ。俺タバコがねえな。あったあった。風船じゃなくてもやろうか。ああ、ちょっとさ、じゃあルール細かく決めようか。あれ？音聞こえる？あ、聞こえるね。大丈夫だね。は、ちょっと待って、ノンタン、ハート。ちょっと待って、ハートっていくら？要は10円分で1個でやろうよ。いや、もうみんなからアイテムもらえたらもう全然ノンストップでやるよ。着替えた着替えた。ハートっていくらだっけ1個。はい、ワード2。ハートって1個いくら。だから10個だから、ルール決めよう。ルールアイテム見るね。風船が100円で10個だから10円だから、風船要は10円で1回でしょ。バーガーは1回、バーガーは1個で1回、ハートは2回。みんな覚えといてね。風船10個で1回、バーガー1個で1回、ハート1個で2回。パフェの場合は、パフェはだから花火一発で風船10個で1回、風船10個、バーガー、バーガー、1個、1個で1回。ちょっと待ってね。今ルール明確にするで、ハートは2回でしょ。ハートはパフェは300円だから30回。パフェは30回。ん？パフェは30回で合ってる？パフェは30回で合ってるね。で、花火1個が100回か。花火1個100回。花火。じゃあ、これでいきましょうか。OK、みんな。風船10個、バーガー1個、花火は2回、パフェ30回、花火100回。OK ですか？
どう、ルール明確になった？伝わった？ OK。 OK、 じゃあ行きましょう。のんたんありがとう。のんたんハートありがとうございます。4回やります。はい、4回ありがとうございます。のんたん花火ありがとう。5、6、のんたん花火ありがとう。7、8、おっ、みさきちゃんありがとう。9、10、のんたんありがとう。11、12、おっ、ありがとうございます。のんたんありがとう。13、14、ありがとうございます。いや最初は余裕だから、5000回超えてから厳しくなる。最初は余裕だよ、最初は余裕。もう後半ね、涙止まんないよマジで。後半マジで涙止まんない。まあ雑談やりながらね、やりましょう。雑談やりながら。風船100個ありがとうございます。古代さん10回いきます。今何回やったっけ、誰かカウントしてて。うわー、ちょっと待ってくださいね、110回、110回やります。え、110回か。いきます。1、2、3ありがとう。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ちょっと待って、15、16、17、18、19、20、ちょっと待って、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、60、61、62、63、64、65、66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 、
80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、89、10。ありがとうございます。いやー、今が100でもこれあれだね、カウント残るからね、カウント残るからね。ありがとうございます。押す、これ思い出すな、マジでへばったかんな。
マジで号泣したかんね前。マジで号泣。マジでみんなが思ってるよりきついから。みんなも100回政権好きしたらわかるよ、うん、ちゃんとやってるから。結構きついよ。32名さんいらっしゃい。男の1万回政権好き配信です。楽しんでいってください。のんたはお水もらってもいい？あざーす。グラスいいよ。でっかいやつがいい。39名さんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、ありがとう。千葉真一ね。いぶきっていう技だね。これは千葉真一で有名になったけど、あのいぶきって言って、あの呼吸法ですね。空手のこう横隔膜をガーって引き上げて、肺の中の空気を全部押し上げて、でそのなんつうの、戦える体に一瞬で戻すっていう空手の技で、息吹っていう技があるんですよ。これ息吹っていう技です。千葉真一がよくやるけどね。休憩できるから今回余裕かもしんないな。ぶっ続けじゃないからね。意外といけるかも。あ、やべ、落としちゃった。今回余裕かも。なんかいけそうな気がするな。前回の悪夢を乗り越えてるかもしんない。アイテム投げる人少ない。まあいいじゃん。ゆっくりやってこうよ。雑談やりながら。雑談やりながらゆっくりやってこうよ。どっちにしろ長丁場だから。どっちにしろ長丁場。だんだんね、あの、噂が噂を呼んでくるよ。うん。噂が噂を呼んで人が集まってくるから。大丈夫よ。
絶対うまくいくから。ありがとうございます。古代さんありがとうございます。100回いきます。ありがとう。1 2 3 4 5 6 7 8、ありがとう。9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 横の方がいい。25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50、ノンタンもやってる？こっちでやれば。40 45、ノンタンやってる。46 47 48、ノンタン一緒にやってるの。50 51 52、ノンタン一緒にやってる。50 51 52 53 54 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 71 75 76 78 79 80。ノンタも一緒にやってる。ノンタベッドの後ろでやってるね。82 83 84 85 86 87 88 89 90間違えた90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100。オス、ありがとうございます。今220回ぐらいだね。220回ぐらい、結構腕効いてきたよ。肘壊すんだよこれ。肘てか服 T シャツにしていい？いや1万回相当きついから、もう後半本当に泣きじゃくるよ多分。ちょっと T シャツに着替えてもいいかな。 T シャツに着替えます。これやりきった配信者いないかんね。やりきった配信者見たことないよ。やる配信者いないよ。相当きついもん。めちゃめちゃきついもん。マジできついから。ん？相当きつい。明日の昼までやることになるだろうね。ただ明日の昼ぐらいじゃん終わんの。
長いよ。前回だってぶっ通してそれくらいかかったもん。ぶっ通してそれくらいかかるよ。のんたもやんの一緒に。のんたもやんの、うん、政権の握り方だね。政権のどれ握りは小指からこう、ここのグリップさせて、でゆっくり一本一本握りしめて、でこの2本で打つんだけど、この2本がこうまっすぐ、じゃあここが出ちゃってるから、ここが当たっちゃうの、ここを打つから、違う、もう一回握りが甘い、こうやって握り込んで、ダメダメ、これで添えるんだよ。もっともっと、これがもっとこっち、こういう風にまっすぐ、ここは真っ平らになる。で、わかんない？指が硬いんだよ。で、ここの2本でドン、うん、ここが当たっちゃうから、これが折れちゃう。これだ、手首がひねっちゃうから、この握りができないとダメだ。だから、簡単に言う、手広げて。例えば、こうやって打っても効かないじゃん。でも同じ力で打って、こうやって打ったら痛いでしょ。うん。そう、これが正拳。うん。で、こう引いて、この握りで、この脇を引いて、右手で繰り出すな。そう。これが、もうね、そうそうそう。まっすぐ。で、こう、バンと。で、この動きでこう受けることもできるし、そう、こういう風に、こうやって受けることも。これで、そう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 。そう。危ないで。やったら、同時に行くよ。1で動かして、1で正拳打ってね。いいよ。1、2、ね、カウンターで。これが一撃必殺案。いいよ。いいよ。1、そう。で、2で。これが正拳。そう。中段ね。肘壊すよそれ、うんうん、でそれを腰を正中線ここまっすぐにバッて打つんだよね、体重バッて、うん、ほんとね、上段受けはこう構えて、こっから例えばこう回す、うんとね、こう腕をこう返す感じ、そうそうそう、でこっち側から逆側こう回して、そうそう、こう、でこう、こう、手はここに戻るって感じ、こう、こう、この動き、この動き、これが中段外受け、ま、要は飛んできた、まっすぐ飛んできたパンチの受け方は2つあるの。やってみ、うん、いいよ、うん、いいよ、こうやって受けるのと、これは外に相手の体を流すのよ、わかる、そう、でもう一個は、もう一回右手で受ける方法は、いいよ、こういう風に受けるって、うん、これは下段受けだね、いいよ、はい、こう下段受けてこうパーンって、そうそう、はい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 、でもフルコンからだとあんま使わないけどね。はいはい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 。うん。昇竜拳。昇竜拳は空手にない技。波動拳。波動拳もないよ。波動拳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 。で、こうやって外に受けたの。これを上段に受けるとこうなるんだよ。上にこう、パッ。こう。左手をこう、ピッと戻す。なんかかっこ悪いな。
股ぐらに正拳打ってやれよ。コツかけとか、あの、またはね、空手の立ち方は三鎮立ちっつって、こう構えるんですよ。空手って基本的には。だからこう、ここでブロックできるようになってる。で、こっちの受けっていうのは全部ね、あの、下段で払えるようにできてる。時たまさんいらっしゃい。来ないね、なかなか。タバコ吸ってようか。はい、いらっしゃい、タカさん。聖剣好き1万回配信です。うん。いやいや、僕弱いんで。サラスンさんいらっしゃい。うん、いや、これ地獄っすよ、ほんと。地獄っすよ。前回 FC2 でやった時10時間かかった。なんか中二病患者がいるな。きついよこれ。今200回ぐらいやってるから。これ彼女ですね。彼女です。彼女もなんか一緒にやるって言って。数が分からなくなる。アイテムの数で分かる。アイテムの数で分かるから大丈夫。花火が一発100だから200で、ハートが7だから14。224回やってるね。224回やってる。数はアイテムの数で計算できるから、大丈夫。うん。大丈夫ですよ。延長チケット買っておくか。まあ大丈夫か。この枠は全部使えるか。のんたん護身術を教えてあげようか。じゃあどうしようかな。右手を掴んで。ああ。右手掴んで、右手こうやって持たれた場合っていうのはこうやって返す。それでもうロックできるから。そうそう、痛いでしょ。女の人でもできる。俺がこうやって掴んだら、違う違う違う、持たなくていい。掴んだら、そう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 、惜しいな。右掴んで、そしたらこう、痛いでしょ、痛いでしょ。S 字にすんの。こういう形にすると動けなくなるから、こう持つじゃん。そしたら S 字にするから反対側にひねって、じゃあ違う違う、こっち側から回して、そうそうそう、それでグーってやって、いで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 ね。女の人でもこれ効くの、うん、S にこうやってやると関節が動かなくてそのまま持ってかれちゃう。そうそうそう、オカマみたいになるの。うん、のんたんの方が敵で、多分カメラの角度によるんだ。さあ、楽しんでる。そんな最初のうちだけだから、もう後からめっちゃきついから、最初のうちだけだよ。本当にきついんだよこれ。ああ、テーステース。
楽しいの。強い。ゲームっぽい動きだよね。ノンタン気合入ってるね。やるか。飲んだん体めっちゃ柔らかいよ。 Y 字バランスできんだっけ。できないかな。ビョーン。うん、Y 字バランスビョーン。飲んだん体柔らかい。ビョーン。バレエやってたんだっけ。すごいよね。顔面で蹴り届くと思うよ、多分。届くね。うん、届く。上段蹴り届くね。乗っけていいよ。うん、ほら。背はね、150センチしかないけど、すごいよね。アンドゥトラ。お、来た。マダオさんありがとうございます。100回行きます。行きます。マダオさんありがとうございます。おっす。大丈夫なんだ。ポキって言ったな。大丈夫。うん、やめよう。向かい合うの。40、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 
回です。痛かったね。大丈夫、うん、痛い、ま、ボキって言ったね。大丈夫、折れてない。俺は大丈夫。正面衝突するよな。アホカップルだから。アホカップル、ありがとうございます。まだおさん、うん、
やー喉乾くわ。まだでも汗かいてないからまだいけると思う。全然最初の1000回ぐらいは全然余裕なんだよね。今のうち体ほぐしておくか。鮫島さんが終わったから人流れてきそうな気がする。BGM 変えるか。 BGM 変えます。戦い系の BGM どんなのあるかな。ほい戦闘系じゃないな。もうこれかっこいいね。これかっこいいな。難しい。ジャカジャカじゃんけん。ポンキッキーだっけ。ああジャカジャカじゃんけんね。懐かしいね。あんまりニーズなかったかもしれない。1万回喜ばないだね、あんまり。続かないね。待ち時間の方が長いよ。朝になっちゃうねこれ。モンタンかわいい。かわいい。あれ耳ついてなかったそれ。あ垂れてんだ。耳つけた方がかわいいよ。耳あった方がかわいい。経験好きもしんどいけどヘドバンもしんどい。首痛いよね。ヘドバン絶対良くないよ。ヘルニアになるからやんだ方がいいよあれ。うん。ヘドバンは俺も学生の頃よくやってたけど、やっぱ首それでおかしくなったもん。
ヘドバンはあんまやんない方がいいよ。何系のバンドのライブ行ったの？何系のバンド？ビジュアル系？美咲ちゃんが見に行ったのはハードロックなんだ。へえ。さっきブラフマン聞いてたよ俺。ハードロックだ。なんか最近なんか化粧したバンドで、なんかボーカルが化粧してるバンドで、なんかレゲエみたいなバンド見つけた、かっこいいなと思ったよ。なんてバンドか忘れちゃったけど、なんだったっけな。 YouTube で偶然見つけたんだよな。最近のバンドの流行りが分かんないから、流行ってんのか流行ってねえのか分かんないけど。ジョーカーさんいらっしゃい。なんだったっけな、バンド名がね、わかんないんだけど、ちょっと今検索してみてみる。シム、シムってバンドかな。シム、シムってバンドかっこいいの。髪の毛どうしようかな俺。初見さんいらっしゃい、マミさんいらっしゃい、楽しんでってください。今企画をやってます。制限付けを1万回やる企画です。面白かったらフォローしてってください。牛島くんじゃない、似てないでしょ。足よく上がるよね、そこまで。57名さんいらっしゃい。あ、大丈夫？あー大丈夫？小学生みたいな体型だからな。小学生でしょ。どう、あんまり人来ねえな。雑談やってた方が良かった、雑談の方が良かったかな。あ、え、ここで、ここで雑談やってようか。雑談モードに切り替えよう。あんまり需要がなかったの。モデルガン持ってないね俺。モデルガンとか好きだけどね、持ってない。なんだよ、モデルガン持ってそう。持ってないよ。なんで？あれはさ、なんか安いやつじゃん。1000円ぐらいのやつでしょ。1000円じゃないよ。え？いくらぐらいなのあれ？4000円ぐらいすんの？本格的なやつだと2万とか3万とかするでしょ。ハンドガン。だよ。なんか出かけたくない？なんかどっか行きたいよね。どっか出かけたい。遠くに行きたい。大経営楽しかったね。ああ、え、電波ないから。そうなんだよね、あそこ電波あったら最高なんだよね。
お台場にもなんか24時間のゲームセンターなかったっけ。お台場にあったよね、24時間のゲーセン。あ、間違えた。このさ、あの横の動きでこうできる人いるじゃん、こうやって、わかる？なんつうんだ、こう歌手とかだよインド人キモい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 よ動きが。なんか急に暇になっちゃったねどうしようか、どうする、みんなどうする、これふんふん、スイケ好きやりたい、ふいふい、急に暇になっちゃったよ、落ち着いてきたね、需要がなかったっぽいよね、みんなお年玉使っちゃったの、俺にお年玉あげずに、うん、もう袋に詰めてじゃあみんなお年玉あげるぞーって。ついてきたな。新しいフォロワーさん紹介します。セデスさんフォローありがとう、セデスさんフォローありがとう。なんか遊び行く？企画やめていい？なんか暇じゃない？なんか別のことやんない？雑談やる？みんな企画見るの雑談見るのどっちがいい？なんかもうアイテムもらっちゃって申し訳ないんだけど、アイテムもらってもう、え？ここで雑談？うん、そうしようか。なんかもう空気が変わりすぎて雑談やる空気じゃなくなってるんだよ雑談やろうか、じゃあ雑談やりながら、じゃあアイテム来たら聖剣好きやろうか。なんかまったり雑談しようぜ、じゃあまったり雑談やってよ。うん、年末はみんな予定あんの？俺はまったり過ごすよ、年末は。プラプラ、まったり過ごす。すでに年末でふわっち閲覧自体人少ない。そうだよね、少ないよね。なんかニコ生とかさ、昔さクリスマスとかだと人があふれかえってるイメージがあったの、年末とか。
だけど最近なんか年末になるとかそるんだよね。結構やることあんだね、みんな。大掃除だ。そんなに汚いわけじゃないけど、俺も掃除したいなと思ってるんだよね。明日なんか100円均一行って棚買ってこようかなと思って。100均でさ、あのセリアっていう100均がすごく良くて、棚が売ってるんですよ。 この棚300円、このスターウォーズの棚あるじゃん、と横についてるね、100円なの。これ画鋲で止められるやつなんだけど、これ買って塩とか胡椒とか置く棚作ろうと思ってるんだよね。セリアいいでしょ。この棚300円で作れんだよ。セリア可愛いよね。セリアほんといいわ。女の子に人気なのがよくわかる。トイレ行ってこい。のんたん、俺トイレ行ってくるから、ちょっと、リスナーさん戯れてくんで。神々の遊びを。ちょっとトイレ行ってくる。来て。ここに座って。いいかな。はい。あ、わかりました。100円均一のブランドのことだね。トイレ行ってくる。セリア？セリアかこれ。あ、セリア100円、100円、100均だ、100均。皆さん年越しはどのように、あ、大掃除とかか、みんな、うん、なるほど。あ、プロの配信、あ、プロからいらっしゃい、ヨヨさん。あ、実家か。うちはずっと実家なんで、実家に帰るとかはないんですね。実家からここに通っております。香川祭り疲れたと思いますね。44名さん、ゆっくりしてってください。よかったらコメントしてください。聖剣好き、1万回女の子がツバニャン以上の N ちゃんじゃなくて、なんかそういうなんかこととかいっぱい出てましたね。なんか最近香川さんのところの面白い女の子が、ちゃんとでも見てなかったからわかんないんですけど。結構年末になると、あの男女のごたごた騒ぎとかになったり、そういうの多いですよね。そろそろうなちゃんマンが出てくる頃だと思うんですけど、うなちゃんマンまだ出てこないのかな。うなちゃんマン年末、うなちゃんマン祭り、あ、ゲルゲと、なんだろう、復縁とかそういうネタでなんかうなちゃんマンとか出てきそうな気がしますけど。
ツイッターもなんか香川さんって昔から女性絡みあるんな感じ。あー、香川さんは結構いろいろ女性のトツバンド萌え声の子がもともと好きで、で萌え声の女の子をニコ生で探して、でなんかトツとかかけてっていう、その声でお楽しみっていうのが多いみたいですね。忘年会シーズン、ああ忘年会シーズンか。忘年会シーズンだったらじゃあ人混みとか多いかもしれない。駅前とか、あでもこっちはでもそうでもなかったな。いっぱい人がいそうな感じはするけどコッペちゃんコッペちゃんいらっしゃい先輩先輩とかいらっしゃい、やばいな。今日は和道さんお休みですじゃなくて、今おトイレに行ってるとこです。何してんすかって、面白い言い方が先輩何してんすか面白い、こっぺちゃって書いてある、こっぺちゃうん、何年目だっていう、おい配信何年目だ、俺はリスナー歴7年目だ、どうだ参ったか、リスナー歴だぞ、プレミア7年目だえ、自分配信したことないです、すいませんね、どうもごめんなさいリスナー歴が7年です。配信したのは2回ぐらい、あもっとあるか、でも配信したことあります、ニコ生だけど。そこはな、みんな配信目何年目スカーって、もうスカーで通さないとてかみんな配信何年目ですかみたいな、うんびっくりマークで、えびっくりマーク、みんなみんなびっくりマークみたいな、何年目ですかっていう、あのリスナーもありますよ、その書き方が、リスナー的な面白いコメントの書き方。コペちゃん今どこにいるんですかね、お家ですかね。ごかさんいらっしゃい、初見さんいらっしゃい、今留守番中です、よかったら、フォローしていってください。年末はどのようにお過ごしでしょうか。あ、なんかトイレから水の音が、トイレから水の音がしてくる。今お留守番中で和道さんは、寝ていいんじゃないか、眠くない、そこはやっぱ寝ていいんじゃないっすか、眠くないっすかっていう、うわっ、あのコメント
コッペちゃん。そう。先輩何してすかって。だからずっとそれで通そうって今ねそう話をしてた。寝ていいんじゃないすかって、眠くないすかびっくりみたいな、コメント力をつけようみたいな。じゃあ交代します。コメント力が足りないから、ね、返すだね。あ、バレエの姿見てたんですね、ありがとうございます。じゃあ帰ります。お疲れ。どうも諸星さん、いらっしゃい。交代です。交代します。どうもお疲れっす。ココアさん、いらっしゃい。こんばんは。楽しんでいってください。どうも。もっと話して。ああ、彼女？彼女配信者じゃないからね。今俺の代わりにね出てくれた、うん。彼女よく俺の配信に映るよ。彼女相変わらずの可愛さ、羨ましい。可愛いでしょ？年齢言ってるけど可愛いよ、すごく。可愛いでしょ？自慢の彼女です。大好きですね。うん、ねえ。10年間引きこもりやつだ。うん、ね、家に出てんのがもったいないよね。キャラが可愛いんだよ。なんかアニメみたいなんだよね。年、うん、とか感じない？うん。なんかキャラが可愛いよ。なんか身長も150センチぐらいしかないから、なんか可愛いんだよね。うん。仕草がいちいち可愛い。うん、子供みたいだよ、本当に。なんか結構女のファンが多いね、彼女は。悪いところが一個もない。若い時美人だったよ、まあ、今でも可愛いけど、若い時すごいね、顔整ってて、モテただろうね。モテなかったのんたん。モテモテです。モテ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 だったのんたんの若い子。和道さん、この前ちゃんまんの名言言うサイトあったでしょ、あれなんて検索。あ、俺もね、リスナーさんから URL 送られてきたからあれだけど、今 URL 貼るよ。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、あれ面白いよね。いやいや、いやいやいや、なんだよおめえらよ、なんだてめえこの野郎、これぞ、なんだてめえこの野郎、これぞ。はいはい、どうぞ。はい、MG でーす。これでしょ。はい、論破。マジでこれじゃないの。わかるよ。これでしょ。わかる。恋人、恋人。それ面白いよね。ティティリティ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 、オッケー、きた。ティティリティ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 、連れてしもたいや。頼むよ、バカすぎる。頼む。見せば以上です。早く答えろよ。早く答えろよ。早く答えろよ。楽しく行こうぜ。定点観測させんの何のよ。これ面白いよね。バスッと入れといたから、青がね。なあ、じゃあいいんじゃないですか。せやないやろ。お願い。うるせえんだよこの野郎。いや、なんだこの野郎。あのさ、ラブ佐野なの。ラブ佐野なの。あんたたち行くわよ。あれは絶対必要。いや、やめてくれよ。何じゃなくて。おら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 。おい、来いよこの野郎。これ難しいな、おい。
そういうことですね。そこ優しさ持ってくれよ。なんだよ、ロロロかよお前ら。はいはい、はいはい、どうぞ。はい、以上です。ぶちのめしてやっからよてめえ。まあいいや。あ、ラブサノいいね。ラブサノなの、ラブサノなの、ラブサノなの。これ最高だよね。これの URL、 これここかな、うん、はい、どうぞ。え、そんなんあったっけ。やる、サノラップやる。じゃあみんなちょっと待ってね、いくよ。 DJ 和道が送る、うなちゃんま SE です。いけます、いくぜ。言えねえ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 、話しないで、誰が言ってたんですか。何怒ってんですか。ああ、いいね、やっぱうなちゃんマンだね、うん、いいねいいねいいね、乗ってきたね。イエーイエー。超楽しいよねこれ、ずっと遊べるよね。すべては俺の勝ち。わかるよわかるよわかる。はい、論破。もし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 。へへへ、変わってんね。へえ、変わってんね。なんだてめえこの野郎。いや面白いわこれ。よくやるよな、よく作るよなこんなのな。よく作るよ本当に。新味団は面白いやついっぱいいるよな。技術屋さんがちゃんといるからね、職人さんがね、職人さんがちゃんとしっかりしてる。なんか遊びてえな、暇だな、汗かきてえな、なんかはっちゃけてえな、はっちゃけてえ、パーリーピーポーになりたい俺も、パーリーピーポーに。なんか面白い遊びないかな。暇じゃね。え、大喜利。大喜利、あーでも大喜利キャプチャーできない、できないかもね。おー、さとみさんこんばんは、どうもどうも、ご無沙汰です。どうもご無沙汰してます。どうも。大喜利か、一本グランプリ面白いよね。一本、え、言葉で、うん、なんか面白いのないかな。楽しいよね諸星さんね、
ずーっと遊べるよね。あれ携帯電話でもできんのかな。携帯でできても楽しいし、うん、枝豆にはもったいねーって、うん、バカだねー、うん、暇だな暇だな。なんかのんたんと楽しいことやりたいな。なんかねえかな。刺繍また地味な。ここを縫ったんだよ。ここ穴開いたところ、ファオ、綺麗に縫えてるでしょ。ジーパン穴開いたを直したの自分で。また広げたらわかるね。なんだろうね、汗かきたいな。なんか汗かくことやりたい。公園で遊ぶ？公園で遊ぶ？キャッ、え？暗いもんね。サッカーボールとか持ってないしね。スケボーとかもあったら面白いかもしれないけどね。なんもないかんな。あ、ローラースケートとかめちゃめちゃ楽しくない？ローラースケートやりたいな。だから外で遊べる何かをやりたいよね。なんか面白い遊びないかな。ティッティリッティ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 リッティ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 リッティ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 キャッチボール。聖剣好き始めてるよ。やってるやってる。今300回ぐらいやって、風船10個で1回、バーガー1回、ハートは2回、パフェ30回、花火は100回で、花火が3発だから320回ぐらいやってるかな今。うん、仕事サボるさんいらっしゃい、楽しんでて。なんかね、 YouTube やっぱ復活できないっぽいよね。おーい、仕事サボるさんありがとうございます。いきます。あ、ありがとうございます。1回2回3回4回5回6回7回200回8回9回10回え11 12 13 14 15 16 17 200回いくね。10 11 12 13 14 15 16 17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 
90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。おーす、ありがとうございます。思い出してきた。連続きつい。腕上がんなくなるぞ、これ。今600回です。まだ先長えぞ。まだ先長えぞ。600回ですね。670が3、ハートが2回だから、624回かな。624回です、現在。ありがとうございます。肩が痛くなってきた。スクワットに比べると辛そうに見えなかった。いや、これね、エリちゃんね、仕事サボるさんね、これね、やばいから。
これマジでやばくて、後半5000回俺 FC2 でやったんだよ。そしたらもう号泣、5000回目ぐらいからずーっと号泣、助けてもうやだよもう辛いよとか言ってずーっと号泣しながらやってた。5000回あたりからマジで腕上がんなくなってくんの。あー、ココアありがとね。新しいフォロワーさん紹介します。ココアさんフォローありがとう。これはきついよ。これはね、最初序盤はそんなきつそうに見えないんだけど、もうね、あの1万回は10時間ぐらいかかるんですよ。もう後半涙止まんないよ本当に。だから今回はね、休憩が入るからね、休憩が入るからなんとかなりそうだね。あ、昨日カガワプロかっこよかった。あー、おしっこね。うん、やさお、昨日ってあれでしょ、おしっこかぶったやつでしょ確か。うん、アルさんいらっしゃい。カガワさん見てなかったんだよね昨日。神回だったらしいよねキャスでキャスで神回だったらしいよね。だから雑談やりな、名前変えたのかとか言ってまあまあ、うん、安定のカップルキャスしてますわ、カゴは。あ、そうなんだ。へえ。今やってんの？リスナーさん増えてきたね。いらっしゃい。楽しんでってください。聖剣好き配信です。地獄の聖剣好き配信やってます。風船10個で1回、ハンバーガー1個で1回、ハートは2回、ハート1個で2回、パフェ1個で30回、花火1個で100回やります。1万回やるまで見届けてください。打倒宇宙ニュース？今宇宙ニュースと戦ってんの？宇宙ニュースね、コアなファンいるよね。朝方結構集まるんだよな、リスナーさんな。きついっすよ、アルさん。これ後半がきつい。とにかく。後半がきつい。すげえな、閲覧200あんだ。香川さん、うん、彼女いるいる、コメント打ってるよ、うん、あ、のんたん、のんたん、彼女いるいる、彼女いる、朝の顔だよね。あんだけ続けるとすごいよね。あそこまで続けてるとすごい、うん、夫婦でやってるもんね。彼女さんのあだ名は和道さんがつけた。もともと別のコテハンだったんだけど、ニコ生時代にコテハンをみんなにつけてあげるっていう枠をやってたんだよ。だから匿名さんにコテハンを俺がつけてやるよって言って、で彼女の名前をのんたんってつけたのは俺らしいよ、うん、俺は覚えてなかったんだけど、うん、俺が名前をつけたらしい、のんたんっていう名前を、うん、そっからずっと見てくれてんだって。そういえばタイムシフトを残すのやめたの。ね、YouTube がやっぱり問い合わせして何回かやったんだけど、なんかやっぱチャンネルバンらしいんだよ。復活できませんみたいになってて。で、今それ考えてるところなんですよね。どうしていこうか。スタッフさんと話してて、タイムシフト残した方がいいっすか？どうっすか？みんな的には。
だったら、あの、ストックはあるんですよ。ふわっちの方にストックはあるから、YouTube の方がね、なんか、なぜかダメになったんだよね。あ、じゃあ、あの、解放しとくよ。今までのログ全部の、あの、残しとくよ。そうなんだよね。謎なんだよね。YouTube が。謎のバンで。何なんだろう、一体。ちょっとよく原因が分かってないんだけど、なんかチャンネル復活できませんとか言われて。フリーメイソンってどう思う？フリーメイソンは、俺誘われたことがあるんですよ。だから、普通の陰謀論者よりも詳しいっすよ。あれはただの金持ちサークルですね。フリーメイソンは。じゃあ今復活させるか。公開するね。ちょっと待って。公開設定にしとくよ。え、香川さんもバンになってんの？香川さんもバンだって。YouTube。何なんだろう。謎なんだよね。なんか、対応が全然雑なんだよ。なんでかわかんないんだよ、それが。なんでなんだろうね。フリーメイソン誘われたことあるけど、でも、あのランダムに2人からの勧誘がないと、フリーメイソンって会員になれないんですよ。だからもう1人から誘われたら俺フリーメイソンの会員になれますね。あの、日本にはね、2000人ぐらい会員いんのかな。その2000人からランダムで2人以上からの勧誘がないと入れないです。うん。そういう仕組みですね、フリーメイソンは。でもただの金持ちサークルだよ、あれ。月謝7万円の。で、お互いに仕事回し合ってるだけだよ。うん。だから、企業の社長さんとか多いね。会員になってるの。でも、びっくりしたよ。あの、仲良くしてた社長さんが、いきなりちょっと話があるって呼び出されて。で、バーっていろんなその、まあ、これからの日本のこととか、仕事はどうあるべきかみたいな、なんか哲学みたいな話をずっとしてて、二人で。で、そしたら、なんかいきなり名刺出してきて、普段切ってる名刺を別の名刺出してきて、あの、もし興味があったら、俺推薦状出すから、ここに問い合わせてくれって言って、あの、フリーメイソンの、あの、ことを教えてくれた。うん。フリーメイソンって知ってるっつって。その時は陰謀論とか知らなかったから、あ、知らないっすって言ったら。もし、あの、一緒に、こういう会があるから、みたいな。うん、ただのサークルではないんだけど、宗教団体っぽい儀式とかはあるんだけど、あの、機能としては金持ちサークルみたいなもんだね。ライオンズクラブみたいなもんだね。国を動かす力まではないよ。ただ、その上層部がやっぱとんでもない金持ちなのよ。みんなが思ってる金持ちとはレベルが違くて、個人資産うん百億とか、そういうレベルなのね。うん、だから、政治家とか、そういう、なんつうの、圧力をかけることができるんだよ。そういう人たちって。だからそういうなんか陰謀論が立ちやすいっていうか、うん、他のだから金持ちサークルと一緒よ。政治家とかと癒着してるっていうか、大企業の社長とかが入ってるから。ただそれだけだよ。本当にあの特に変わったところはない。ただそのいろんな儀式に参加していて、ランクが何だっけな、20何段階あるんだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あの、ランクがあるんですよ、会員の。で、末端会員で月謝7万かな。うん。フリーメイソンはだけど、イギリスのロッジとかだと普通に入れるからね、入会できるからね、誰でも。なんか、非公開のサークルと公開のサークルがあるから。芸能人誰が入ってる？芸能人だと高須クリニックの社長とかが有名だよね。あと、鳩山さん？鳩山さんの、まあ、総理大臣になった人、お父さんと、あと弟さんがなってるかな。政治家だと。フリーメイソンは。うん。あと誰いたっけな？財界人が多いよね。うん。多分芸能人とかそれくらいのクラスだと入れないと思う。そのよっぽど気に入られるか、よっぽどの権力持ってるか、頭が良くないと入れないよ。よっぽど力持ってないと無理だと思う。
今ね、動画、過去の動画を全部公開設定にしてるから、ちょっと待ってね。和道の知識の多さ笑う。まあ経営者だったからね、人脈がやばかった。可愛がられてた人が孫正義さんの先輩とかなんだよ。孫さんの先輩の人で、なんつうの、そういうなんかメディアとかには出ないからあんまり有名じゃないんだけど、一般的にはもう経営者だったら誰でも知ってるような人、上場企業何個も作った人とか、そういう人たちに可愛がってもらってたから、伝説だよ伝説。だからね、一般人が知らないようなことをいっぱい知ってるね。孫さんってソフトバンクの、そう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 、ソフトバンクの孫正義さんの先輩にあたる人だから、その経済産業省が日本の経営者100人っていうのを表彰したことがあるんだよ。でそれは過去の本田宗一郎とか、亡くなってる人いるじゃん、松下幸之助とか、あと稲盛和夫とか有名なんだけど、孫さんとかね、そういう中の人たち選ばれてるような人だから、しかも現役で生きてる間に選ばれてるからね、もうとんでもないレジェンド、とんでもないレジェンドにその経営論とか教えてもらってたのね。だから孫さんの昔の若かった頃の話とかも聞かせてもらってたよ。びっくりするような話いっぱいあるよ。新しいフォロワーさん紹介します、デジャブさんフォローありがとう。もう本当にぶっ飛んだ財界人って言った方がいいかもしれないね。経営者っていうレベルじゃなくて、もうなんつうの、財界人、日本を動かしてる人たちだよね。だから竹中平蔵さんとかとも親友で、だから竹中平蔵さんと癒着してビジネスずっとやってた人。だから人材派遣の法律とかを変えて上場させるっていう、そういうなんかもう陰謀論に聞こえるようなことをやってるような人だから。銀座にあるんだよそういうクラブが。超高い会員制のね、汚いスナックなんだけど、そこに財界人とかが集まるような、だからフリーメイソンとかそういう話よりもね、そっちの方がやばいと思うよ。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ピカさんフォローありがとう。でもね、ネットだとね、嘘つき扱いされるから、もうそういう話するのバカバカしくてやめた、もうなんか揚げ足取りとかそういう文化じゃん、もうなんかめんどくせえやと思ってちゃって、そうそう、聞く耳持つに人とかに話すならさ、面白いけど、ネットはさ、大衆に向けて話すから、冷やかしも多いからさ、まあ普通じゃない人生経験はかなりさせてもらってたよ。聞きたい、いや全然質問してもらえたら全然何でも話すよ、ちゃんと聞いてくれる人には話す話す。
こないだインターフェースのアドバイスありがとうございました。あ、どうもどうも。DJ さんいらっしゃい。DJ AT さんいらっしゃい。入会したらどんなメリットがあったの？あのね、どんなメリットっていうよりも、簡単に言うと、なんで秘密結社って呼ばれてるかっていうと、2000人しか会員いないでしょ。で、普通推薦状2人から必要ってことはさ、2000人の中で2人から、和道いいねって言われないといけないわけよ。でさ、一人がいいって言ったらさ、この2000人の友達の中から、和道ってやつがいてさ、っていう話を普通すると思うの。こいつ入れたいんだよね、仲間に入れたいって言うじゃん。それを禁止してるの。フリーメイソンでは。だから、ランダムで本当に、もう本当にこいつは人格者だとか、こいつ仲間に入れるべきだっていうのを、紹介なく、その人の直接の紹介っていうのを二人集めないといけないから、確率的にすごい狭きもんなのよ。家庭入りたいって言ってもダメなのよ。だから本当に友達になって、本当に人生観とか、その宗教観とか噛み合って、あ、こいつのことを引き上げたいなって、その会員の中からランダムに二人から選ばれるぐらいの生き方をしてないといけないから、だから若いやつがなかなか入れてもらえないのね。うん。で、そこで月謝7万かかるんだけど、どういうメリットがあるかっていうと、まあ、そういう風な金持ちの人たちが、こいつ可愛いとか、こいつを育てたいと思うわけよ。っていうことはさ、月謝7万高いかもしんないけど、こいつには見込みがあるっていう判断をされてるわけじゃん。こいつはフリーメイソンとしてやってく。で、そういう由緒ある団体ってさ、宗教の末端から搾取されるような話じゃなくて、そいつの人生背負うような話だし、あの、フリーメイソンの会員として頑張らせるわけじゃん。だからね、いい話をボンボン持ってくんの。株でも何でも、会社でもジャンルでも。だメリットっていうのは、その人脈だよ。コネクションができるっていう感じ。配信者では和道だけじゃない。ネットではベンジャミン・フルフォートしか聞いたことねえぞ。すごいね。でも、まあ、ほら、それは何年ぐらい前かな ?24 ぐらいだから、ずっと前で俺が配信っていうかネットを全くやってないで。リアルでちゃんと仕事やってた時だから、経営者やってた時だから、うん。あの、今とは全然環境が違うよね。今はただの生ポ野郎だよ、俺は、うん。ここまで落ちるとは思わなかったよ、自分でも。社長バリ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 やってたの、その頃は。ビジネスマンだったんですよ。で、結構、その、大御所から可愛がられてて、うん。それでね、あの、いい思いいっぱいしてましたよ。それこそすごい、本当にすごい人。例えば、その HIS の沢田、例えばさ、ベンチャー三重視っていう言葉聞いたことある？昔のね、経営者だったら知ってるんだけど、多分若い人だと、ホリエモンとかさ、与沢翼とかしか知らないかもしんないけど、あの、ベンチャーっていう言葉がなかった頃に、ベンチャービジネスを始めて、伝説化した3人っていうのがいるの。その3人っていうのが、まず孫正義さんなのね。ソフトバンク。あ、なんだっけな、前の会社なんつったっけな。もともとソフトバンクってみんな知らないかもしんないけど、出版業からスタートしてんのね。コンピューター関連の雑誌販売からスタートしてんの。なんつったっけな、ソフトバンクの前身の会社。ちょっと忘れちゃったんだけど、孫さんでしょ。で、HIS の沢田さんっていう人。HIS は聞いたことあるけど、と思うけど、格安航空で当てた人ね。上場した人。で、もう一人が南部さんっていう人。人材派遣会社の南部さんっていう、検索したらわかるけど、その南部さんに俺は可愛がってもらってた。その沢田さんと繋がってる、その、なんつうの、沢田さんと一緒にビジネスやってる人とも、が、その直師匠みたいな。その人の直弟子みたいな感じで動か、こう、いつも付き人みたいにやってたから。うん。だからその、大御所、先輩を挟んで、そう、大御所の大先輩とか、と、そういうお食事をさせていただいたりとかしてたから、なんつうの、その、カバン持ちだよね。そう。それで、お前何やってんだって言われて、あ、こういうことやってます、みたいな。南部さん、マネーの虎なんか全然レベル話になんない。全然違う。全然違う。それが、あの、ビジネスやってた頃で、こんな感じだったね、俺は。うん。これが、その若い頃、会社やってた頃だね。うん。全然雰囲気が違うでしょ。あと、そうだな。これが、あの、ケツメイシの桜っていう曲を作った人ね。柳マンって言うんだけど、超天才プロデューサーで。この人の話もすごかったよ。
この人はもう多分みんなが知ってるアーティストほぼ手掛けてるね。柳マンって検索したらウィキペディアに出てきて、あの彼が作った作品全部出てくるけど、超有名音楽プロデューサーだね。経営者だったんだよ、うん。19歳ぐらいからずっと個人事業主なの、会社なの、いろいろやってたね、うん。そうそう、これヒルズクラブって言って六本木の最上階のパーティー会場なんだけど、朝岡幸二さんとかね、そうそうそう、若い頃はこんな感じだったんだよ。もう何年も前だけどね、5、6年前だけど、5年ぐらい前かな、バリバリやってたよねバリバリやってましたよ。南部さんっていう人は個人資産200億円超えてる人、個人資産ね、会社の資産じゃなくて個人のポケットマネーで、簡単に言うと単純な貯金、個人資産が200億超えてるっていう伝説の人だね、うん。MLM は簡単だよ。あの MLM はちゃんとやったらめちゃめちゃすごいビジネスモデルだから、あの当てようと思って、多分ね、今でも業界に戻ったら3年以内に月収100万超えると思うよ、多分。ただね、もうマルチはあの運営側でやりたいなと思ったの、その時。あ、利率が悪すぎんのね、現場だと。だから年間の売り上げね、俺4800万ぐらい売ってたんだよ、個人で。だけどその給料の見入りが少ないから、だったら運営の方がやっぱ儲かるなと思って、だからもしあのマルチ立ち上げるんだったら運営側でやりたいと思った。その方があのなんつうの、やっぱいいんだよ。おお、こんばん、嘘マジで今見てみるわ。彩香おはよう、こんばんは。おお、いいじゃん。おお、かわいいじゃん、女の子でも似合うね。いいじゃん。え、めっちゃいいじゃん。意外といいんだけど、俺も買おう。うん。いいね。あ、俺も買おう。女の子でもいいじゃん。うん。こんな感じなんだ。ありがとうね、あやか、買ってくれて。サンキュー。かわいい。いいね。女の子でも可愛く着れるね。いいね、デザイン。うん。いいじゃん。あ、よかった。なんかバンドパーカーみたいな感じでいいよね。うん。俺も来年買おう。ね、よかった。ていうかね、女の子が結構買ってるんだよね。ステッカーはスマホに貼ろうと思ったけど意外と大きかったから冷蔵庫に貼る。結構でかいよね。これくらいあるはずなんだよ、多分。これくらいあるね。多分このリステリンのパッケージぐらいあるよね。リステリンのでかいやつのパッケージぐらいあるはず。かなりでかい。スマホには貼れないと思う。ありがとう。嬉しいわ。今ね、624回かな。ミーミさんいらっしゃい。今ね、624回ぐらい。こんな感じです。まだ1万回まではほど遠いね。いや、ていうかな、あの会社経営が向いてないと思った。会社経営が向いてないと思ったから、個人事業で、例えばね、どういうことかっていうと、会社ってどういう世界かっていうと、業種にもよるんだけど、業種にもよるよ、間違いなく。だからその一概には言えないんだけど、うん、年商を5000万ぐらい上げるとするんじゃん。例えば10人の従業員がいて5000万の売り上げ上げるとする。でも収入100万ぐらいなんだよ、社長の収入っていうのが。人件費だったり家賃であったりとか、そのやっぱ会社にストックをしていかないといけないのね。そう考えると、俺自由になりたくて会社経営選んだのに、ストレスが半端じゃなかったんだよ。従業員の面倒見ないといけないし、
その売り上げ上げないといけないし、簡単に言ったらその仕事できない人に仕事を与えないといけないのが社長業でしょ。だから売り上げ作るのが育てることができる人が向いてるのよ、運営とか管理とか。だから俺はだったら個人で100万稼げたら自分の給料100になるビジネスの方が気楽でいいやって思っちゃったの。その方が稼ぎやすいし、だから個人事業の方にシフトしたって感じ。そう、それで何やろうかなっていう風に探してる時にそのマルチを誘われて、でやったら4800万ぐらい年間の売り上げ上げたのよ。それで表彰されて、あ、やりやすいと思って。そう、そんな感じ。サイトに便所太郎のグッズが、なんでだ。あ、多分あの紐づいてるんだと思う。俺が便所太郎さんのグッズにいいねって押したから、便所太郎さんのもあのおすすめに載ってるんだと思うよ。いいねボタンを押すとそういう風にリンクが貼られるっていうサイトの仕組みだから。結構おかげさまでグッズも購入していただいて嬉しいですね、本当にありがとう。MLM はなんでやめたの、もったいない。俺クビになっちゃったんだよ、その逮捕で。ヤフーニュースにバーって載っちゃったから、それで権利失っちゃったの、剥奪されちゃったの。うん、だから固定でどれくらいあったかな、あのね、ルームシェアもやってて、でルームシェアとそのネットワークビジネスで月40万ぐらいかな。もう何遊んでても金入ってきたね、毎月40万ぐらい入ってた。だからそれで1年2年ぐらい遊んでたね、ずっと。で友達がやりたいっつったら、あ、紹介してあげるよって言って、うん、ただ大変だよとは言ったけど、うん、死ぬ気で働いたからね、最初の頃は。エミネムの売り上げがマイケルにほとんど行ったって、売り上げがマイケルにほとんど行ったって本当ですか？知ってた？エミネムの売り上げがマイケルに行くっていうのがちょっとよくわかんないな。その辺はよくわかんない、うん。申し訳ないけど。マイケルがあれじゃん？レーベルかなんか立ち上げてて、そのレーベルから出てたんだったらあり得るだろうけど。それは初めて聞いたね、俺は。だから権利収入っていいよ。あの今でも元手があったらやりたいもんね、ビジネスね。今だったら何やんのかな、日経225の投資とかやるのかな。100万200万あったら多分日経225分回すだろうね。それで配信プラスでやって、うん。ただまあ俺が目指してるのがファンビジネスで、和道が何やっても売れるっていう状態を作りたいのよ。例えば CD デビューしたら CD 買う、本を出版したよって言ったら本を買う、なんかその和道のファンを作ろうと思って、でもう何やっても応援してくれる人を作っていって、逆にそういう良質なコンテンツっていうのを提供できるコンテンツホルダーになったら最強だなと思って。うん、ああ全然全然、何でも知ってることであれば話すので、知らないことは話せないけどね。何でもね、あの知ったかぶって話す配信者知り合いにいたんですよ、尊敬してる配信者で。お前よ、エミネムがよ、マイケルによ、なおい、印税入ってんの知ってっか、おい。いやマイケルさすがだよな、おい。ああ、いやだから、ああ、エミネムとか、おいっていう配信者知り合いにいたんだけど、ちょっと俺はできないかな、そういうことは。うん、すごいよね、何でも知ったかぶれるもんね、あの人。何でも何でも吹かせるもんね、うんうん。アーノルド・ボーヤさんいらっしゃい、うん、噂なんで知ってそうだった、うん。知り合い、知り合いじゃあ知り合いじゃない、うん。いやだからよ、マイケルはよ、おい最近なんかゆいがさんの枠見てないからモノマネできなくなったよ。ビリ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 ちゃんまんそろそろ復活するんじゃないの。なんかツイッターの投稿が多いし、
ついに最近写真まで投稿始めたから、鮫島さんと俺の見解では復活来年の頭だなって読んでるね。宗教語ってる時か、全然何でも質問してくれたら答えるよ。うん、なんか最近エホバの証人から聖書もらったんだよね。聖書は実際何を教えてますか。これがエホバの証人の考え方だけど、ウェブでやればいいのにな。佐野ってなんで放送やめたの？多分、みんな言ってるのは、まあ詳しいことわかんないけど、ディスっちゃいけない人ディスったんだよねっていうのはみんなそう思ってるかな。鮫島さんも俺も便所太郎さんも、多分大御所の人、出しちゃいけない名前を確実に出したんだなっていう認識。会社ありきだけど MLM で信用されると快感、個人が認められるって。いや、あのね、全然違う。感覚、快感とかじゃなくて、MLM って営業じゃないんだよ。あくまで、俺がよくプレゼンしてた内容をプレゼンしてもいい？どういう風に、なんで俺が会員増えたかっていう話をみんなにプレゼンテーションしてもいい？みんなを誘うわけじゃなくて、こういう話し方をしたら、受けてましたよっていう。会員が増えてたよっていう。エホバの人、てかね、宗教の末端の人はみんな心が綺麗ですよ。例えば、俺が例え話しようか。例えば、まず、紹介者っていう人がいるんだけど、ABC っていうのを組むんですよ。アドバイザー、ブリッジ、カスタマーっていう流れでやって、俺はアドバイザーっていうのに回ってたの。例えば、知り合いとかがやりたいって言ってたから、バーって会員も、個人登録で、最初の3ヶ月で50人ぐらいいたんだよ。50人ぐらい。ってことは、この50人を稼がせるためには、この50人の下の会員さんを作ってあげると、この人たち稼げるでしょ。だから、こういうこと言ってた。物を押し売りしても絶対買えないから、もし、ビジネス興味あるとか、個人事業興味あるとか、なんつうの、権利ビジネスに興味があるっていう人だけ、俺に繋いでって言ったの。で、どういう話をしてたかっていうと、まず、ツタヤの T ポイントカードの話から始めてたの、俺。まず、T ポイントの利権の話から してて、世の中に、まず、こういう T ポイントカードっていうのが流行り始めた時期だったの。で、これがなんで作られたのかっていう経緯を話したの。これってなんで会社が作ったか知ってる？これ広告業とか、その税金対策の話になってくるんだけど、T ポイントカードとかって、簡単に言うとこれ、100円使うと1ポイント貯まるでしょ。簡単に言うと、売り上げが 1% 減るっていう話じゃん。だから、普通会社っていうのは、この 1% を使わないはずじゃん。1% 顧客に利益を還元するから。理屈で言ったらよ、突っ込むところはいっぱいあるんだけど、なんつうの？そこ突っ込みどころじゃないからっていう突っ込みをしても意味ないから。そうでしょ？お客様が 1% 分、なんていうのかな、利益に還元されるわけだから、会社からしたらデメリットじゃん。あと、管理費とか、このカードの発行代とか、タダでやってるわけよ。これなんでかっていうと、まず広告業界の歴史っていうのを知らないといけないんだけど、簡単に言うと、ホットペッパーっていうフリーペーパーあるでしょ。あれ無料でさ、エリアごとにね、10万部ぐらい配ってるんだけど、あれ大体ね、印刷代とかだけで300万超えるんですよ。それを無料で配るっていうのはビジネスモデルとして不可能でしょ。これスケールフリービジネスモデルっていうんだけど、何かを無料で配って大きな対価を得るっていう Google と同じやり方で最先端のマーケティングなんですよ。で、それと一緒で、このポイントカードっていうのを無料で配ることによって、広告費を削減してリピート率を上げるっていうのが表向きなんですよ。ナボコフいらっしゃい。ここまで OK でしょ。で、もっと言うなら、なんで会社側っていうのはこのポイントっていうのを 1% 顧客に還元しないといけないのを始めたかっていう裏側の話なんだけど、税金対策で言うと、例えばその売上 1% っていうのは利益だから税金持ってかれちゃうんですよ。だけれども、このお客様に還元しないといけないお金っていうのはストックすることができるじゃん。銀行と同じで、例えば1億円売上が上がったら、このカードで1億円買い物したら100万円つくわけだ。その100万円っていうのは、お客様が使うまで会社が保有しないといけないでしょ。使っちゃいけないお金じゃん。でも、会社の名義上、
税金がまずかからない、保有しないといけないお金だから。あとこのお金っていうのは会社が何に使ってもいいお金なの、知らなかったでしょ。だからこのツタヤっていうのが始めたんだけど、このポイントカードっていうのがコンビニなのなんだのってみんながブワーって始めたの。広告費を巻くぐらいだったらこれで自分の顧客っていうのを固くゲットしようっていうのが理屈だったんだよ。今聞くことじゃないと思うけど、そんなに社会のこと詳しいのにどうして定職しないの。まあ中卒だからかな。あの、なんて言うんだろう、日本の会社っていうのは頭の良さとかじゃなくて学歴、あのね、サラリーマンをどういう人を雇いたいかっていうニーズの話になってくるんだけど、みんなが経営者だったら毎日通って毎日言うことを聞いてくれる奴隷が必要なのよ。アイディアマンとか経営陣に入るもの、利権を握る側なのよ。だから別に会社の社員とかにいらないわけよ。日本の会社っていうのは、日本の教育っていうのは軍人を作るためと、なんつうの、サラリーマンを作るため、公務員を作るための教育なのね。だから毎日出社することが何よりも尊いし、言われたことを必ずきちっとやる、納期を守るっていうのが優秀なの。だから俺の場合その属性っていうのが当てはまってないのよ。うん、俺は中卒なのね。だから社会っていうか、その奴隷としては全く役に立たないっていう判断をされてるの。アメリカの場合っていうのは完全にその、なんつうの、どこの大学出たかよりも、どういう実績を持ってたかとか、どういうアイディアがあるのかとかを買うのね。だから別にその学歴がなくても全然上がっていける社会なんだけど、社会構造が違うっていうふうに考えた方がいいかもしれない。そんなに自分でアイディアあるんだったら自分で起業してやればっていうふうに。うん。で、今度みんなに話すんだけど、このネットワークビジネスっていうのはこのポイントカードと全く一緒なんだよっていうことを話をしてた。ある会社の商品があります。例えば何でしょうか。あ、じゃあこのお水でいいや。お水、みんないくらで買ってる？お水、自販機で買うときいくら買ってるか教えてください。お水いくら買ってるか、自販、いくら？いくらで買ってます？うん。いくらで買ってます？書いてください。そうそう、軍人を作るためと、その、サラリーマンを作るためにめちゃめちゃ優秀なシステムって言われて、110円か、ペットボトルとかで。うん。これを消費マインド、消費者で言ったらいくらかっていう話、150円とかで買ってるよね。じゃあ、質問なんだけど、コンビニとかで買うときも、ペットボトルで買うときも、あるメーカーの水を買ったときに、1円入ってきますよっていう権利があったら欲しいですかって聞いてんの。例えば、あるメーカーのこれからめちゃめちゃ流行るって言われてる水があるとすると。で、当たるか当たらないかはわからないけど、この水が売れ続ける限り、日本全国で売れ続ける限り、何円かポイントがついて、そのポイントがお金になるっていうビジネスがあったらやりますって言ったらみんなやるっていうのよ。そう。で、こういう利権もののビジネスっていうのはいっぱいあるのね。例えばその携帯電話の、携帯電話ってみんな au とか使ってると思うんだけど、所ジョージとか加納姉妹っていうのがなんでお金稼いでるのかみんな知らないでしょ。芸能界のギャランティーだと世田谷ベース作れないし、加納姉妹とかは明らかに芸能界のギャランティーよりも多い服とかスポンサーになってるかもしれないけど、すごい生活をしてるでしょ。セレブって言われてる生活してるでしょ。あの人たちって携帯電話がショルダーバッグだった頃に開発費として投資をしてるんですよ。ある権利を買ってるので、携帯電話が売れて世に広まったらそのお金が戻ってくるっていう仕組みを投資してて、毎月未だにその、月700万ぐらい手に入ってんだよ。そう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 、携帯電話の利権700万ぐらい入ってんの。加納姉妹も一人ずつ、あとなんだっけな、結構そういう芸能界とかの投資の話とかも来るんだけど、こういうのが権利ものって言われてるビジネスなんだけど、ネットワークビジネスっていうのはこういう権利の話なんだよ。で、簡単に言うと、その売れたら売れた分だけ、例えば俺が会員になるの。例えばこのお水のサイト、会社の会員になる。会員になると購入できるっていう権利なのね。この会社のものを購入できる。で、この会社のもの、商品がめちゃめちゃいいものだと仮にしよう。みんなが欲しいっていうものだとしよう。そしたら、俺の紹介だと会員になることができるの。だから会員さんっていうのはここで購入のやり取りをするのよ。お客さんと購入。わかるでしょ。だから楽天のカタログとかさ、日銭のカタログっていうのをさ、みんなが配ると。欲しい人って日銭っていいよ。家具とかこれ安いからって友達にみんなに配ると。で、日銭と友達は勝手に購入とかするでしょ。そしたら俺にバックマージンが入るって言ったらめちゃめちゃ良くない？めちゃめちゃいいでしょ。で、さらに友達に日銭のカタログ配って、
この友達も日銭のカタログ誰かに配ったと。そういう販売網を全部、自分から広がっていった販売網を全部の利権が自分に入るっていうのが、あのビジネスモデル。携帯の利権は本当だよ。うん。本当本当。だからネットに書いてある情報が全てじゃないんですよ。うん。仕事は労働収入。いや、ネットワークビジネスも最初は労働収入だよ。俺バリバリ進めてたもん。だから年間4800万売ってたけど、あの最初の頃カタログ配りまくってたからね、この商品流行るよっつって、うん、そんな感じっていう話をみんなにしたら、あ俺もやるわとか、あ俺もやりたいって、友達紹介していいって、あいいよっつって、じゃあ俺が説明するから連れてきなって言って、そしたら4800人までブワーって1年間で広がって、4800人じゃないな、ね、人数で言ったら1万人ぐらいまで、海外だとハワイ、フィリピン、アメリカ、香港、台湾かな、5カ国まで広がっちゃったの、自分の販売網が。全然違う話、全然いいよ。うん、それで、年間4800万売れてたね。うん。だからコツがあるんだよ。買ってとか言うからダメなんだよね。友達に物売りするから良くないくなるんだよ。だ俺はあくまで儲け話だったりとか、これビジネスチャンスすごいよっていう話だけしてたね。だから、何もやらなかったら収入入らないよっていうのもちゃんと説明してたし。カタログ配ったら収入入るけど、カタログ配んなかったら収入入らないでしょっていう、うん。新しいフォロワーさん、なっちゃんさんフォローありがとう。その会社まだあんのかな？わかんない。全然わかんない。和藤さんの個人情報を晒してるツイッターのアカウントフォローされた。あれほったらかしてていいの？あれね、ツイッターにね、バンにしてくれって言ってんだけど、対処してくんないからもうずっと2年ぐらいほったらかしてる。あれブロックしていいよ。なんか俺のチンコとか晒してるやつでしょ、ナバコフ。ブロックしといて。あいつもうずっとしつこいのよ。アミさんこんばんは。うん。ブロックブロック。もうね、ツイッターもほったらかしだから、もういいやと思って。その会社あるっていうか、水素の先駆けの会社。だから今ではさ、いろんなメーカーが水素水とか売ってるけど、その水素自体の利権を持ってる会社。だから多分潰れることはないと思う。だから今水素水、水素水とかさ、なんか騒がれてるけど、それを何年前だろう、7年ぐらい前にやってたんだよね。うん、和道さんの店倒産したんじゃなくて、俺は曲がりでやってたの、まず。お店を持ってるオーナーがいて、営業時間って限られてるじゃん。あと、その、店は持ってるんだけど、腰が痛くて、店どうしようかな、みたいな。家賃払ってるのだるいなっていう人世の中にいっぱいいるんだよ、おばあちゃんとかで。でそういう人とかを紹介してもらって、店貸してくださいってお願いすんの。例えば家賃が6万円とかだったら7万円で貸してくれませんかって。そしたらさ、店持ってる人からしたら、あいいよいいよ使ってよってなるじゃん。それを年間契約でやらせてもらって、俺はそれを店をやらせてもらってた、うん、だから別に俺が畳もうと思ったらいつでも畳めるし、ぶっちゃけた話儲かってなかったんだよ。月3万ぐらいしか儲かってなかったし、遊びでやってたから、うん、変な人、和道さんをフォローした3分後とかにフォロー来たけど、ずっとチェックしてるのかな、それともかなり熱狂的、もうずっと昔からいるやつ、ほっといていいよ、うん、こんな時間に彼氏が酔っ払って友達連れて帰ってくる、年末あるある、あだから逆に言ったら、だからそのなんつうの、1年半で7店舗もできたんだよ。全然いいよ、うん、全然いいよ、うん、だから歌舞伎町とかだと不良が出てくるから、めんどくさいからやめたっていうのもでかいよね、うん、どうしてお年寄りに詐欺して捕まったの？もともとの経緯を言うと、俺も会社やってたし、弟も会社やってたし、知り合いがそのベンチャー屋さんだらけだったのよ。車屋やってたりとか、ビジネスやってる仲間たちだけになるじゃん。会社経営ばっかりやってると。そういう仲間とつるんでたんだけど、営業マンが足りない時とかさ、ベンチャーとかって企画が足りない時とかって、よく営業の手伝いとかすんのよ。従業員を交換したりとか。ちょっとプログラマー3日間貸してとか、こっちの会社であるから、その代わり利益の何パー渡すよみたいな。そういうので結構助け合ってたのね。まあ、成田はそういう文化だったんだけど、
弟の友達に営業マンが足りないから手伝ってほしいって言ってるんですけど、この日空いてませんかって言われて、で、もともと営業の畑だったから、いいよって言って、手伝ってあげるよって言って。で、その日一日空けて、で、その、なんとかっていう会社の不動産投資の会社で、で、いくらいくらの契約が決まってて、もう書類とかは全部向こうが持ってて、サインアップも終わってると。契約書にサインしてると。で、お金受け取って、で、お金、会社の人間のとこ、会社のところにまで届けてくださいって言われたの。あ、全然手伝ってあげるよって言って。で、俺は、そのおばあさんのところに行って、こういう会社のこういうものなんだけど、こういう話が来てて、こういう契約をしてますかって言ったら、あ、してるよって、OK だよって言って。じゃあ書類持って、お金持って。で、俺はそのお金っていうのを、駅のところで、その友達に言われた駅のところで、その人間に渡したの。あ、何々さんねって言って。だから、俺はただそのお金と書類を運んだだけなんだよ。で、それが思いっきりオレオレ詐欺だったって話。うん。いろんな知識あるけど、どこで知識得てる？あー、のぶさん、経験ですね。本で読んだとかじゃなくて体験を語ってる感じかな。例えば野球をやってた人だったら、その野球のボールの握り方はこういう風に握るとこういう風に球が落ちるよとか、こういうところに牽制球投げると効くよみたいなことを、ディティールを語れるじゃん、詳しく。例えばリンゴを食べたことある人だったら、リンゴってどんな味って言ったら、まず赤い果物でね、木の実なんだよ、木から落ちるんだよ、で甘酸っぱくて香りがこうでって。だから経験っていうのはいくらでも情報を提供できるわけだから、うん、じゃあ弟に騙され、弟の友達がいるの。弟の友達が、俺も友達だったの、後輩だったの。弟はまず噛んでないの話。弟の同級生で、ね。で、その同級生の知り合いの会社。だから同級生の知り合いの会社が詐欺会社だったのよ。うん。こんな感じ。あ、全然。弟に騙されたわけじゃないの。うん。で、それは警察にずっと言ってたんだけど、警察と弁護士さんとかの言い分っていうのはこう。和道さんがいなかったら600万円が被害に遭うことがなかったでしょって。だから和道さんも騙された側なんだけど、和道さんはそれを600万円を運んじゃった時点で直接被害なんですよって、うん、要は運び屋みたいなことじゃん。だから騙されたじゃ被害者が成り立たないから、結局これ共謀罪っていうのになるんですよって。共謀だから執行猶予がついたの。あのね、オレオレ詐欺とか犯罪に詳しい人だったら知ってるけど、今って法律が変わって、7年ぐらい入るんだよ、1回のオレオレ詐欺で。昔だったら1年半ぐらい出てこれたの。だから若い奴らが1年間ぐらい刑務所行ってもいいから1億稼ぎたいって言って、みんなオレオレ詐欺やってたんだけど、オレオレ詐欺の被害額って今、まだ伸びてるのよ。詐欺の形態が変わって。どれくらいだっつってたっけな、とんでもない金額なんだよ。例えばその、俺は600万円の事件だけど、それ3ヶ月間でそいつら200億集めてんのよ。あ、じゃあ20億だ。総被害額は20億の3ヶ月間でそういうの電話かけまくって、俺はその1個の事件だったんだけど、で、なんで俺が見せしめで逮捕されてヤフー事件に乗ったかっていうと、俺その時年齢27だったのよ。で、電話をかけてたその詐欺会社の子たちは6人で、みんな19歳だったんだって。で、俺がネットワークビジネスやってるから、その電話が毎日頻繁にかかりすぎてるわけよ。電話帳に2000人ぐらいいるし、その毎日いろんなやつと電話してるから、あ、こいつが親玉だと。で、この19歳の子たちにやらせてるんだっていう判断をしたの、警察からしたら。ネットワークビジネスやってるから、こいつが要は仕切り役だと。だからこいつを引っ張ったら全部一網打尽にできるって言って、なんか警察も大手を振って犯人逮捕っつって。だけど蓋を開けたら全然違かったっていう話、うん、運ぶだけで奥じゃないよ、うん。大阪が1位だったね、詐欺で被害が。関西が多いね、うん。お金を受け取る役目を受け子って言うんだけど、受け子は無罪だよ。話をか、受け子は無罪。話おかしい、うん。話おかしいかな。ちょっとわかんないな、うん。受け子は無罪。受け子は無罪。なんだろう、どういうことだろう、うんうん、話おかしかった、俺が話したの、うん。
わかんないけど。受け子が無罪なら俺は無罪になる話じゃない、うん、でも多分それは警察に逮捕されて、例えば俺と同じような判断をしても多分捕まると思うよ、うん、実際俺が捕まって裁かれてるわけだから、うん、受け子は無罪だっていうのが俺は生まれて初めて聞いた。受け子が共謀罪に入らないっていう話を俺は初めて聞いたかな、うん受け子が共謀罪に入らないはずっていうのが初めて聞いたし、多分そんなことはないはず。なんでかっていうと、受け子っていうので逮捕されて刑務所に行ってるやつっていっぱいいるんだよ、うん、でそれが犯罪にならなかったら詐欺罪が通用しないじゃん。違法な薬だって知らなくても運んだら捕まるんだって。捕まるよ、うん、例えば覚醒剤、海外から友達にトランク運んでって言って空港で運んだら荷物検査で覚醒剤出てきたとすんじゃん。で全く知らなくても逮捕だよ、うん、全く知らなくても逮捕、うん、全然逮捕がある。風船10個ありがとうございます。ナボコフさん、風船10個ありがとうございます。1回ありがとう。俺はそのなんだろうな、受け子が無罪になるっていう判例を見たことないねありがとう。もう600回ぐらいやってるからね。受け子が無罪になる判例っていうのを見たことないな。本当に出てんの？アメちゃん、俺は聞いたことがないね、受け子が無罪になるっていうのは。みんな聞いたことある？初見さんいらっしゃい、うん、ジュリアさんいらっしゃい、うん、俺もないね。だから受け子が無罪になる 話がおかしいっていうの、私はそう聞いた。いや俺、いや聞いたことないよ。受け子は無罪になるって言って騙される人はいるのは知ってるけど、全員捕まって全員刑務所に行ってる気がする。現場では受け子は無罪だよって言うよそりゃ、うん、ないよね。共犯で捕まるよね普通ね。ハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとう。1回2回ありがとう。無罪でも捕まるような世の中だと思ってる。詳しくは分かんないけど、うん、うん、被害者側からしたら絶対捕まえろって言うはずだし、そんな相手の捕まりそうな気がしてきたじゃなくて、多分ニュースとかで無罪だったらそういうのが出るはずなの、受け子無罪って。で俺の詐欺事件あるじゃん、あれだけでも7人ぐらい逮捕されてんのよ。で他のやつも捕まってるよ他の受け子って呼ばれてる人たちも逮捕されてんの。なんでかっていうと、あのおばあさんの事件っていうのは2回あって、俺が600万円預かった後1週間後にもう300万受け取りに行って、19歳の子が逮捕されて少年院に行ったことを発端に俺が逮捕されたんだよ、うん、カバンかわいいでしょ、こんな感じ。だからもし受け子が逮捕されないんだったら、その19歳の子が少年院に行かないはずなんだよ。で今回の事件っていうのが事件になってないんだよ。同じことしても捕まるやつと捕まらないやつがいるのは立件したかどうかだね。簡単に言うと、要は被害者がまず被害届を出さない限りっていうのは犯罪っていうこと、警察が動けないんですよ。警察ってよく言うけど、ことが起こらない限り、ことが起こって被害届がない限り逮捕権がないの。まず
だからまず被害者だからその総被害額20億騙されてるけど、実際にその訴えた人っていうのが何人いるのかによって変わるんだよ。ググったら受け子実刑って出たよ。まあ普通実刑になるよね。日本の法律でお金を受け子が無罪になりますって言ったら受け子だらけになるでしょ。でそれを許すはずがないと思うの。だからなんかアメちゃんがそのなんかなんつうのその俺のこと嘘ついてないって言うんだったらちゃんとソースを持ってきてほしいかな。全然嘘ついてないし、なんかちょっとなんか悲しいんだけど、正直に話したらなんで嘘つき扱いされんだみたいな。そうそうそう、だからもうそっから4年経ってるから執行猶予が切れたんです。マリさん風船ありがとう。マリさんありがとう。ハートプレゼントありがとう。3回やります。1回2回3回、ありがとうございます。ハートプレゼントありがとう。1回2回、ありがとうございます。ちょっと水汲んでくるね。いやなんか悲しくなるでしょ。なんか誠実に話してさ、話したくないことでもちゃんとリスナーさんには嘘つかず話してるのに、なんか言ってる話おかしくないとか言われたら傷つくでしょ。それ和道さんの話おかしいと思ったんじゃなくて警察の話がおかしいと思ったかな。どうなんだろう。でも俺リスナーさんに嘘ついてもメリットないから全部話してるよ。で普通は執行猶予って今つかなくて実刑7年とか6年とかなんですよ。で少なくても3年は入るって言われてんので、俺の事件も和道さん騙されたかもしんないけどもう実刑は覚悟してくださいって、執行猶予つきませんって弁護士に言われた。だけどそう全部俺話したの、ちゃんと事の経緯とかで証拠とかも全部出してたから、携帯電話の何月何日見てくれとかで、ここでこういうことがあったっていうの全部話したら、最初の取り調べからなんかお前が親玉だろうみたいな、こいつ知ってるだろうとか、こいつにお前書類出してたらこいつに指示飛ばしてるだろうって、知らないやつの名前をバンバン言われたので、こいつにその要は頭にしてこいつに電話かけさせただろうとか、要はどんどん釜をかけてくるんだけど、本当に知らなくて全部話すよって言って全部話していって、だいたいね2週間後ぐらいに部長さんみたいな偉い人が来て、あお前が言ってんの本当だったわっつって、でもお前がやったことはやったことだからそれは裁かれてっつって、そっから知らんと。ただお前が捜査協力してくれたこと、要はお前が話してること本当だから、こっから事件がさらに進むからそれはこっち側の捜査でちゃんとやるからって言ってた。だからその半年後とか逮捕やっぱ続々されてたよ。そうだからそれが認められて、ああなんかそんなに共謀犯じゃないねっていうことで、そのレアケースで執行猶予をもらったの。だけど執行猶予って4年しかつかないんですよ。マックス4年なの。だから執行猶予がつく刑の中でも最高に重たい刑。要は執行猶予って何なのかっていうと、例えば俺が立ちションベンして捕まったとしても、何かで捕まったらその前の1年半実刑なんだけど、1年半は刑務所行くっていう、わかる言ってる意味。誰か俺が殺しちゃったっすんじゃん、で10年の休刑もらったっすんじゃん、10年刑務所行きなさいって。そしたら執行猶予って言ったら1年半のやつもあるから11年半入るの。だから悪いこと4年間はしないでくださいね、約束ですよって。もし4年経ったらその罪自体が消えますよっていう、なんかね罪が消える、罪と罰の概念が日本人弱いんだけど、罪自体が消えるんですよ。法的な意味の罪ね、倫理的な意味の罪じゃなくて。だから今俺はその1年半刑務所に行かなければいけないっていうの自体は消えてる、実際には。だから前科は残る。ここはね難しいところなんだけどね。質問全然いいよ、全然いいよ。
前科があるって不憫になったことは、俺は前科よりもやばかったのがヤフーニュースのトップに載っちゃったから、俺が刑務所にいる間に、刑務所じゃなくて留置所か、留置所にいる2ヶ月半の間情報が何もないのわけよ。その中で出てきたらいきなりもう全国区になってたの、俺の犯罪っていうのが。だからもう検索したらヤフーのニュースの記事っていうのが全部出ちゃうようになったから、就職とかに困ったりとかしたかな。なんで、なんで車って速度制限あるのに140キロとか出るようになってんの。馬力の問題っていう風に言われてる。例えばその坂道でその加速する場合、要は110キロ140キロ出す能力じゃなくて、それって平坦な道で140キロじゃん。簡単に言ったらその48度とかの超急な角度で60キロ出すためには140キロ出る馬力が必要なわけじゃん。言ってる意味わかる？だからそういう設計にしてるっていう風に言われてるね。そう、そうそう、雪道とかさ、一応建前上はそうなってるよね。うん、うん、そうそうそう。だから軽自動車とかさ、4人ぐらい乗っかるとさ、重たいとか運転手言ってるでしょ。それだよ、簡単に言うと。その車のスペックが上がるっていうのは馬力が出るってことじゃん。で、馬力が出るっていうイコールスピードが出るっていうことじゃん。うん、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、まゆきちさんフォローありがとう。なぜ運転免許を持ってない俺に車の質問をするのかよくわかんないけど何でも答えてくれるから何でも聞いてみようって感じでしょ。なんで俺に聞くんだよ、車のこと。年越しと正月はもうゆっくり休もうと思ってて、特になんか破れたジーパンを縫ったりとか配信を楽しんだりとか、そんな感じかな。新しいフォロワーさん、ジュリアさんフォローありがとう。波動さんにすよ、何でも一応答えちゃうからね。でも一応そんなにスピードが出ないようにリミッターっていうのをかけてるはずなんだけどね。コンピューターで制御してるんだよ、200キロとか出ないように。なんでかっていうとエンジンが壊れちゃうから、爆発しちゃうでしょ。だから日本の車って海外に出してる車よりも同じ性能でもリミッターの効きが早いはずなんだよね、確か。そんなにスピード出ないように制御してるはずなんだけど。免許ないのになんでそんなに詳しいの？普通に考えたらわかるじゃん。ちょっと考えたらわかるじゃん。ツイッターをフォローさせて、ありがとうございます。ツイッター。サンキュー。ふわっち、録画残すのは枠を切るじゃん。枠を終了っていうのを切った瞬間にこういう画面が出んの。ちょっと待ってね。枠を切ると、ここに終了画面っていうのがあるんだけど、これを押すと、こうなるの。終了しますかって。で、この後に、録画を残すか、録画を残さないかっていうのが出る。リミッターがなんちゃらとか知らずに乗ってる。考えるのが好きなんだよ、子供の頃から。例えば、記憶に残ってるのだと、幼稚園生の時に、親父に質問したんだけど、なんでっていう子供の頃から性格だったの。全てがなんでっていう性格で、例えば子供の頃電車に乗ってる時に通勤ラッシュの電車に乗ったの、親父と。で、大人層が辛そうな顔して満員電車に揺られてて、で、その時親父になんで大人は仕事するのとか聞いてたね。なんで働かないといけないのってとか、なんでって、何事もなんでって考えるから、考える癖っていうのが多分人よりもついてるんだと思う。なんかね、全部が疑問に感じるの。そう、好奇心が旺盛っていうか、自分の中で理解できないことを鵜呑みできないっていう性格。アスペルガー症候群ってそういうことだから、
例えば、例えばだとお金っていうのはなんで紙幣と硬貨に分かれてるのかっていうのが疑問に感じるの。普通の人は感じないかもしれないけど、俺は不思議でしょうがないの。全部硬貨か全部紙幣でいいじゃんって。でその時分かったのは、このお金の発行権っていうのは日本政府が握ってるの。要はこれ日本国のものなのね。これ国のものなの、鉄だから。でも紙幣っていうのは日本銀行券って言って民間企業が発行してるの。なんでかっていうと、それはなんでなんだろうと今度考えたら簡単で、戦争が起こった時にこれを回収したら兵器を作ることができるのよ。だから国っていうのは硬貨にこだわってんの。だけど紙幣っていうのは燃やしたらダメだから信用権じゃん。そう、突き詰めると深くなる。それはフリーメイソンに誘われるわな。フリーメイソンの時の話をした時っていうのは、その神の存在とは何なのかっていうのを結構話したからね。アスペルガーの人はそういう人多いよ。だからそのなんでなんでみたいな、仕事を振ってもなんでこれやんないといけないんですかみたいなことを言うよ。職場もアスペの人多いけど、なんで私がこれやんないといけないのみたいなことを結構言って、職員さんと揉めてるね。だからアメリカの日本銀行っていうのが FRB っていうところなんだけど、 FRB っていうのはロスチャイルドが運営してんのね。だからアメリカ、世界通貨のドルっていうのはアメリカっていう国が発行権を持ってるんじゃなくて、ロスチャイルド家が持ってるんだよ。だからロスチャイルドってそのすごい金持ちなのね。そのなんでこの仕事をっていうのは文句ではなく本当に、そうだけど、一般の企業だとそれが文句に聞こえちゃうからクビになったりとかトラブルになったりするの。でもその A 型作業所だと、それ職員さんがそういう人間なんだって分かってるから、特性分かってるから、こうだよって説明すると、ああだから私がやるんだってすんなりやるよ。診断したことないけどアスペの傾向あるかも。 ADHD は自覚してる。 ADHD はもうね、ひどい人はひどいよ。もうね、あの障害者はやっぱり接すると分かるよ ADHD。 例えば俺の場合で言うと、水を、例えばだよ、意識してないことなんだけど、こう水を汲みに行くときに、あ台所行こうってなったら、このまま漫画が気になって、でそのまま漫画が気になって本屋に行ってとか、どん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 道が逸れていくみたいな。わかる？なんていうの、なんかそう、道を通るために気になること気になることでずっとそわそわしてるみたいな。俺は ADHD とアスペ両方持ってて、 ADHD の方は軽くなってるっていう風に言われてんだけど、あの子供頃の特性で言ったら ADHD の方が強いらしいね。今アスペルガーの方が障害が強く残ってるんだけど、っていうかね、よくね、見た目で障害者に見えないですねってよく言われるんだけど、精神障害は見た目じゃ分かんないから精神障害なんだよ。性格と障害の違いって判断するの難しい。あ、見せてあげようか、どういうことやるのか。 ADHD の人掃除するの多分勝たせないね。これが WAIS-3 っていうテストなんだけど、これがあの精神障害のそのよく発達障害かどうかを測るテストなのね。具体的に言うと、これが WAIS-3 っていう精神テストなんですよ。これが精神テストの結果。こういうグラフとかでコンピューターとか心理テストとかをやって測るのね。でデータを見て、そのこの人はどういう特性があるっていうのを全部データ化するの。要は目の動きであったりとか、その反射神経の能力であったりとか、 IQ テストっていうのを測るんだけど、で俺がその ADHD だって診断されたのは、あの IQ の問題で、ここにグラフがあって、ちょっと待ってね、ここに真ん中のラインが線が入ってるでしょ、ここ、これが IQ が平均なの、平均 IQ、 ここね。で見てもらうと分かるんだけど、この線よりと普通なところが1個2個で、飛び抜けた能力っていうのは2つあるの。これストロングポイントっていうんだけど、 S っていうんだけど、でもある特定の2箇所だけとんでもなく IQ が低いところがあるでしょ。要は一般の人よりも何もできないっていう特定のポイントが2つあるんだよ俺。こっ
こういう風にジグザグに得意な部分と不得意な部分っていうのが強烈に出る人を精神科だよ、これは東京大学でやった、まあ、ウェイス3っていう心理テストなんだけど、だから俺はこのウィークネスポイントっていうのが理解、要は言語性の理解って言って相手が何を言ってるのか理解できないっていうことと、動作性 IQ で言うと配列っていうのがめちゃめちゃ不得意なの、うん、それでそのできない人がどんなに教えても、要は普通に見えるんだけど、その特定の部分で普通の人みたいにできない部分っていうのを持ってるんだよ。あ、テストを受ける人はね、やっぱりね、病気の疑いがある人だね、うん、放送は暇しないですね、真剣に、あ、ありがとう、そう、そので精神障害っていうのは見た目には絶対出ないのね、医者じゃないと見抜けないよ、疑いがないとできないの、そりゃそうでしょ、まあできるかもしんないけど、やったところで1万とか2万とかかかるから、保険効かないから。不得意なところ、例えば得意な部分で言うと、まずパッと見ただけで、そのなんつうアルゴリズムっていうのかな、法則性みたいのを見抜くのが得意なのね。だから俺 IQ こういう複合テストだと IQ81 なんだよ。要は普通の人が IQ100 なんだけど俺81なのね。だけどメンサって言って図形のテストで、メンサって知ってる？あの高 IQ、 IQ140 の人しか入れないって言われてる、あの天才集団がいるんだけど、天才だけのサークルがあるのね。で俺メンサのテストを受けたことあるんだけど IQ135 って出たの。だからその図形であったりとか数学の法則性とかを見抜くのはめちゃめちゃ得意なの。それがその積み木っていうテストとかだとやっぱ高 IQ 叩き出してるんだけど、だから苦手な部分っていうのは相手が何言ってるか分かんないっていう感じかな。例えばその言語っていうのは特に日本語はそうなんだけど、複雑で曖昧な表現っていうのがいくらでもできるわけよ。要はその普通の人は分かるでしょっていうニュアンスが一切分からないっていう感じかな。はっきり、うん、それってどうなのみたいなこと言われると、何があって何があってなるの、具体的に言ってって。相手の背後や人は物があると気になって話が入らない、これ ADHD、 あるだろうね、うん、自称 ADHD はさっさと検査、あ、絶対にありえない。あの俺闇将軍と会ったことあるけど ADHD なんて思ったこと一回もない、絶対にありえないね、あれはもう本当に腹が立った。コメントに普通に答えてるやん、コメントに普通に答えてる、そうだねそうだね、だけど何言ってるか分かんないっていうことは結構多々あるよ。やっぱりさっきのアメちゃんとの会話とかそうだね、何があって、そう、具体性を帯びないと何を言ってるのか理解できないから、何が何が何がっつってトラブルになるっていうことが多いかな、うん、曖昧なその人の、だからストレートな答えは答えられるんで、イエスノーで答えられることとか、あと俺の場合っていうのは言語性 IQ の中でも喋りがめちゃめちゃ得意なのよ。だから喋りが得意だから、その相手の話をその理解してるって思われやすいよね。後発的に身につけた特技なんだけど、相手の喋ってることが理解できないからアウトプットに長けてるんだよ、子供の頃から。配信で答えてるのは慣れもあるのでは、どうなんだろうね。でもそのノンタン、やっぱり聴覚性過敏であったりとか、そのパニックであったりとか、やっぱ近くにいるとわかるよね、普段生活すると、うん、やっぱ挙動がおかしかったりするんだよ、うん、例えばその俺は配信に見えてないかもしれないけど、ずっとこうやって足が揺れてたりするのね。その画面には映らないけど、その見えないところでずっと貧乏ゆすりがこうやって続いてたりとか、そのなんだろう、そういうのがいっぱいあるよ。なんか足がパタ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 動いてたりとか、そわ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 してるっていうか、うん、あとずっと揺れてたりとか、キョロキョロしてるって言われるよね、うん、あのそういうのが多いらしい。自分の障害をコンプレックスに感じる、逆だね俺は。自分の、俺は本当に子供の頃から言ってたのが、うつとかパニック障害は別ですね、二次障害です。要は発達障害っていうのは治らない病気なんですよ。脳の構造に欠陥があるんですね。だから簡単に言うと神経が通ってないところがあるの、脳で。その神経回路シナプスっていうんだけど、その
レセプターとかの間をこう神経、要は脳内物質がバーって動いて神経が張り巡らされてるんだけど、ある程度特定の部分が動いてないから、それを補うように特定の部分が過剰に動いたりするのが発達障害なんですよ。だからうつ病とかっていうのは、例えば自分のことを理解してもらえないとかトラブルになるわけじゃないですか。例えば職場になんで私がやんないといけないんですかとか言われたらイラッとされて喧嘩になるわけじゃん。それでうつ病になるとか、それで統合失調症になるとか、それで人混みになって嫌なトラウマがあって PTSD になって、要はトラウマになっててパニックになるとか、これ二次障害って言うんですけど、うつ病の原因になってるって言われてるのが発達障害、それとはまた別のもんですね。そうそう、持って生まれたやつってことね。だから日本では昔は精神病っていうのは存在しなかったの。これは性格異常って言われてて、性格に、要は生まれつき性格に困難な障害がある、要は病気ではないけど、要は気違いっていう扱いにされてたので、治せないから薬を与えても治んないっていう判断だったから。でも西洋医学が入ってきてだんだんそれが浸透していったって感じで、自分の障害をコンプレックスに感じてるんじゃなくて、俺は子供の頃これ本気で思ってたのが、世の中の人間のほとんどがバカだと思ってたの。なんで働くのって親に聞いたらね、働きたくないのになんで働くのって言ったら、奴隷だからだよとか親父が言ってて、ああ奴隷なんだって、なんで奴隷になるのって、奴隷の人生嫌じゃないって言ったら、いや多くの人は自分の人生諦めてるんだよ。へえみたいな、くだらないねとか、そういう子供だったのよ。感受性が強いっていうか。で、世の中の人間はだからその当たり前とかその雰囲気とかに飲まれて生活してるんだって。その雰囲気を読んだりするのが苦手だから、その別にルール守ってるんなら自分らしく生きていいじゃん、自由に生きていいじゃんって考えちゃう、うん。で、俺はそれで人とトラブルになることが多かったの。やっぱり当たり前っていうものが苦手だから、例えばその高校に行かなきゃいけないって言われた時に学校の先生論破しちゃったりするのよ。なんで学校に行かないといけないのって。でも答えられないわけよ。要は答えられて説得されると、あいいじゃんってなったら行きたいってなるけど、誰も高校に行く理由を答えられないの。どんな大人に聞いても行くのが普通だからって答えの。で、俺は普通じゃないと思ってて、俺はバカじゃないと思ってたから、いや働くわっつって、それで高校行かなかったので、今ではちょっと後悔してるんだけど、で、そういうトラブルとかが多くて、世の中の人間はバカだったの。俺にとっては、俺にとってはだよ、あくまで世の中の全ての 99% の人間はバカで、ある日先生に言われたの、始末くんって、始末くんがバカなんだよって言われたの。その時に俺泣きそうになったの、感動して。先生って、俺が28年間抱えてた悩み今解けましたっつって泣きそうになっちゃったの。もう感動して、俺がバカだったんだっつって、もう叫んじゃったの。なるほどっつって、俺がバカだからまともな人、俺がまともじゃなかったんだってなっちゃったの。感動して嬉しかったのすごく。だから障害をコンプレックスに感じたんじゃなくて、自分が障害を持ってたからこうだったんだっていうのに気づいた時に、全部の今までの子供の頃からの悩みっていうのが全部解けた。その時なるほどって、バカが見たら、バカは自分のことバカだと思わないから周りがバカに見えてた、周りのやつはまともだったんだ、俺がバカだったんだ、答えがあったよって、先生ありがとうっつって、その時は感動したかな。質問ばっかりするなって怒られる、普通は気になってるだけだ。だからその小学校の理科の先生っていうのがあのすごい先生で、俺の質問に何でも答える先生がいたので、俺数学で97点以下取ったことないのよ。勉強しなくても数学だからすごい得意だったのね。で、あの小学生の頃にどういうテストがあって、理科とテストが得意だったんだけど、小学生の時にさ、A 君は自転車で、あ、A 君は歩いて5分先に何キロ進みました、時速何キロです。で、B 君は自転車で追っかけますっていうテストやんなかった、小学生の時。その問題が出た時に、俺テストで優秀な点数取ってるから、先生に始末君だったらどう答えるって言われた時に、俺はとんでもない質問を投げかけたの。先生、時間の概念っていうのが定義化されてない以上、この問題が解けるはずありませんって言ったの。だから先生に時間の概念の定義化をしてくださいって言ったの。それで小学校の授業だったから担任変わらないじゃん。その先生がすっごい熱心な先生で、面白い、みんなでやろうって言ってくれて、2時間授業が止まったの。なんかもうハーバード白熱教室みたいになったのね。時間とは何かみんな考えようみたいなさ。その先生はすごい感謝してるから。なんかそのなんでかっていうと、時間っていうものは俺は存在しないっていうのが、その小学生の時からの自分の中のテーマで、時間っていうのは存在しないと思ってるのね。それは人間が便宜上を作った時、物理学でいうところの時間っていうのは運動だと思ってるんだけど、その運動ですらも俺は存在しないと思ってるの。
それはだんだんその最新の物理学でだんだんその証明されつつある問題なんだけど、まだ答えは合ってないのね。で、みんなが考えてる時間っていう概念っていうのは、地球上の周期の運動の問題だけど、タイムスケジュールみたいな感覚で捉えてるんですよ。違うんだよ。物理の法則的に言うと時間はまだ納得できるんだけど、その、なんだろう、人間が考えてる観念としての時間っていうのは絶対存在しないと思ったの。うん、今やつバカバカ言う和道に誤解するな。今やつ？今やつって何？うん、質問ばっかりするな。普通に気になってる。そう。で、その先生が、その時計の針が、じゃあ、秒針で考えようって言って、その0から1になる間っていうのは何なんだとかさ、それを考えてくれて一緒に。すごい楽しい授業だったね。その授業は俺にとってすごい救いだったかな。なんかみんながそのまた島津が授業止めたとか、また変な質問始めたみたいな感じでうざがるんだけど、その先生はすごい熱心に、なんかそれは大事なことだからみんなで考えようって言ってくれた時は、本当にその時はすごい楽しかったんだよ。なんかみんなでああでもないこうでもないって言って、すごくいい先生だね。だし、そう、後になって感動する、あの時そういう判断をしてくれた先生がいたっていうのはすごい人生の救いだよね。うん、結局答えは出なかったんだけど、じゃあもうこれはしょうがないと、時間俺らは分かんないけど、とりあえずマニュアルに書いてある教科書に書いてある答えを言うねって言って答えを教えてくれたんだけど、その時間っていうのはこういう定義でこういう風にみんなで教えてるから、これはみんなテストに出るから覚えておいてねって。ただ今日の授業のその時間は何なのかっていうのは、これが学問の本質だからって教えてくれたの。だからこのなんでだろうっていう感覚は忘れないでくれって先生が最後、授業の最後に言ってくれて、すごいなんかみんな楽しく授業できたし、あの先生のあの授業っていうのは一生忘れないと思う。俺はすごく救われた。あの時にバカ扱いされたらもうやさぐれてただろうね。うん、今来たやつ5時、いい先生だ。俺もそういう先生欲しかったな、羨ましい。あ、でも多くの先生はやっぱあのそうでない先生だったけど、その先生が授業参観の時、男のすごい熱血先生だったのね。で、俺のこと天才だって言ってくれてる先生で、すごい買ってくれてたの。で、その先生のあの三者面談今でも覚えてて、あの先生がね、俺に母親がいるのよ。で、相変わらずその破天荒なことばっかりやってるわけじゃん。で、その時に先生が言ったのが、島津くんは努力すれば天才になれますよって言ったの。一言目に島津くんは本当にすごい子で、努力したら天才になりますよお母さんって言った時に、俺の返しっていうのが、先生って努力したら誰でも天才になれるんですよ、問題は僕が努力してないことが問題なんですよって言ったら、先生が爆笑したのね。さすがだ天才だとか言って、うん、よ転生したら誰でも努力になるんだ、さすが島津くんだとか言って。で、その先生がその最後の方に本気で言ってくれてたのが、あの小学2年生かな、その時4年生じゃない、2年生だわ、小学2年の時の担任だ。で、その先生が言ってくれたのが、この子今すぐお金に余裕があるんなら本当にアメリカに連れてってほしいってずっと説得してくれた。この子は日本だと埋もれるから、アメリカに今すぐ連れてってアメリカで生活させてあげてくださいって。この子は日本だと潰れるって、絶対に評価されないっていう、むしろ気違い扱いでこの子の人生がダメになるから、アメリカだったらこの子は絶対評価されるから、何でもいいからとにかくアメリカに連れてってあげてくださいっていうのを必死で言ってて、それは今でも覚えてるの。お母さんはポカーンだったけど、なんで小学校の先生にこの子アメリカに連れてけとか言われてんのみたいな。よかったね、嬉しかったね、その先生の授業楽しかったしね。なんかその先生が俺のこと本当に天才だと思ってくれてるのが伝わるんだよね。なんかその嬉しいじゃん、やっぱそういうのって、子供でもわかるじゃん、そのなんかすごい期待してくれてるのよ、すごく何かを、なんだかわかんないんだけど、そう、この人は俺のこと好きっていうのがわかるんだよね。 IQ はだから81です僕は。ただメンサのテストとか図形系のテストをやると IQ140 以上出ますね。本当に泣けるよね、今でも感動する、すごく。で、そういうのがきっかけだったから、あの中学生の時にあの3週間留学アメリカにあの親が送ってくれたのよ。その成田市がやってる交換留学生を募集っていうのがあるから、その時の先生の話覚えてるって言って、受けてみようっつって、で3週間ぐらいホームステイしてた。
や天才なんじゃなくて、そう能力差が激しいって言った方がいいかもしれない。そうできる部分とできない部分がその多いんですよ、人よりも。親御さんもだいぶ素敵な人やん。うん。でアメリカでの経験っていうのはすっごかったね。俺の中で本当に行ってよかったなと思って、だから世界行きたいんだよね。またその時の経験っていうのがやっぱ日本人がおかしいっていうのを気づいたんだよ。その日本にいたら日本で当たり前って言われてること、俺がおかしいと思ってたことがやっぱり西洋だとやっぱりおかしかったんだよ。合理的じゃないっていう判断で、うん、だから今でもその海外に住みたいっていうか海外の国籍持ちたいっていうのは今でもあって、ノンタンと海外に住もうっていうのはずっと言ってるね、うん、留学じゃないホームステイ、うん、人の話から相手のコンプレックスなどを読み取ってしまう、これ能力だと思う。あーなるほど。でもね、なんか頭がいいとか悪いとかじゃないんだよ。本当はね、人生って笑えるか泣けるかなと思ってる。そのパワフルに生きれるかっていうのが一番重要で、なんか今はさ、今の時代ってさ、もう本当に日本人が拝金主義みたいになってるって、お金稼ぐやつが一番偉くて一番人生幸せみたいに勘違いしてると思ってんの。そんなことなくて、本当はどんな状況でも最高に人生を楽しめるやつが最強の人種なんだよ。お金っていうのは人間が作った概念なんだよ。金持ちが人間を支配するための奴隷を作るための道具なのね。でしょ。だからそれを超えないといけないと思ってて、じゃあそれを超えるのは何なのかって言ったら、俺は心の豊かさだと思ってんのね、うん、例えばさ、頭のいいやつがディズニーランドに行ったら、ああミッキーの中におっさんが入ってるよとか、うん、ああここは金かかってないね、ここは何々系のスポンサーだからこういうアトラクションになってるんだよとか、ぶっちゃけデートで言われたらうざいじゃん。そうじゃなくて、頭がいいんだけれどもディズニーランドに入った瞬間にミッキーだーって言って抱っこしてって言える人が人生を楽しめる人だと思ってる。あどうもどうも、つかさんいらっしゃい。俺はそういう人間になりたいと思ってるな、うん、なんか感じる、だからその考える人じゃなくて感じれる人になりたい、うん、考えるんじゃなくて感じる、心で判断できる人間になりたい。やっぱその心を磨くのはやっぱ経験だと思ってるから。お金で大体の問題解決できるよ。和道さん人間超えてる。俺はねよく言うんだけど、お金っていうのは幸福にはなれないけれども不幸は減らせるっていうことはよく言うね。お金で幸せになれるっていうのは間違いだと思うけど、確実に不幸は減らせるの。ただ幸福は変えないよって言ってる。だから不幸が減るから幸福変えてるように見えるかもしれないけど、不幸がゼロになった時幸福になれないんだよ。だからハーバードのデータとか見ると、年収600万以下の人たちっていうのは年収が増えていくと幸福度って上がっていくの。だけど年収がこう増えていくじゃん、幸福度って平行線なの。だからそういうデータとかもちゃんと見て言わないといけないんだよ。だから年収600万円いってない人はお金、年収が増えていくと幸せになっていくのは事実の。ただそっから先っていうのは、年収がいくら増えていっても実は鬱になったりする人っていっぱいいるのね、うん、おふざけ楽しめる人と一緒にふざけたい。そう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 。だから俺はそう、お金を蓄えるっていうことは幸せになれるって思うんじゃなくて、トラブルを回避できる能力を手に入れることだよっていうことをよく言ってる。例えばご飯が、好きなものがいつでも買えるとか、好きなところに住めるとか、うん、車に乗れるとかって、うん、で例えば事故を起こした時にお金がなかったらさ、借金背負って自己破産とかさ、ご飯が食えないとか不幸が舞い降りると。でもお金持ってたら全部の不幸っていうのをクリアできるんだよ、うん、そうだね。だからそこが問題だよね、うん、俺は別に貧乏でも楽しいから、うん、俺は貧乏でも楽しいし、やっとそれが3年間ずっと本当に苦しんでたけど、やっと報われたから、やっと評価されたから、すごく良かったなと思ってて、よくね言うんだけど、楽しくなくて稼げないが一番ダメなんだよ。それそうじゃん、みんなそうでしょ。楽しくないことをやって稼げないことをやるっていうのは絶対ないんだ。
で、楽しくて稼げるっていうのはみんなやりたいことなんだよ。ここの二つは絶対に普遍的だと思うの。楽しくなくて稼げないことはやりたくない。ダメなこと。で、一番いいことっていうのは稼げて楽しいことが一番いいの。で、問題はこの間の二つなんだよ。稼げるけどやりたくないことと、稼げないけどやりたいことってあるじゃん。で、俺は将来性があるのは、稼げなくてもやりたいことの方が将来性があるよって。やりたいことは続けたら稼げるようになるから。でも、お金になるからやりたくないことをやってる人たちっていうのは、ね、確かに、例えば風俗嬢とかよく例えるんだけど、いろんな土方とかあるじゃん。やりたくないけどお給料がいいもの。パチンコ屋のバイトとか。別に夢でもな、パチンコ屋の店員になるのが夢でしたなんて聞いたことないから。俺。別にそういう人もいるかもしれないけど。給料いいものっていうのは、みんなが働きたくないと思ってるから給料が高いのよ。でしょ？それはニーズとさ、需要と供給の問題で、経済で解決されてる問題だから。でもこんなことをいくらやっても、絶対発展性はないよって言ってるの。だけど、最初は貧乏かもしれないけど、やりたいことを続けていったらスキルアップをしていくの。無形資産って言うんだけど、情報の蓄積があるわけだ。だから、それが人を喜ばせるコンテンツに変わった時っていうのは稼げるようになる。だから俺は、配信者とか稼げない。だから芸人さんとかもそうだよね。最初稼げない仕事ってあるじゃん。漫画家とか小説家とかミュージシャンとか。そういうのは続けていって、才能が開花すると本当にコンテンツホルダーになるから大きく稼げるよとは説明する。で、ネームバリューが自分につくから、お金とは違う名声とか富とか信用とか一気に手に入るんだよね。うん。悟り開いたのかな？どうだろうね。全然開いてないと思うけど。浩平さんいらっしゃい。お金で幸せになる方法を知ってる人なら金持ちになるべきだと思う。どうなんだろうね。俺はだから簡単に言ったら、やりたいことを好きなだけやって、ただ楽しんでるだけで俺は18万手に入ってるから、最高に幸せなんだよ。多分、やりたくないことをやって100万稼いでるやつより絶対幸せだと思ってるね。絶対幸せだと思う。そう思わない？で、超ストレス溜めて、例えば100万稼いでも、その100万を散財するじゃん。で、人間にとって一番大事なのっていうのは時間なのよ。時間ってお金じゃ買えないの。自分の人生って取り戻せないの。で、結局さ、10時間とか働いたり、8時間とか働いて100万円手にして、嫌なことをやったからストレス溜めたとしても、この8時間っていう時間は絶対的に戻ってこないし、それを取り戻すために遊び時間に金使うわけじゃん。これ生産的ではないじゃん。俺の場合っていうのは、人生の起きてる時間の8時間とか10時間っていうのをやりたいことだけやって生きてんの。それでプラスアルファお金が入ってんのよ。どう考えてもプラスしかないじゃん、こっち側って。だから収入が少なく見えたも18万でも質が高いんだよね。私の元旦那年収1000万あったけど幸せじゃなかったから別れました。だけど今幸せで55歳のババアだけど、年齢じゃないと思います。ちなみに1歳慰謝料もらってない。ああ、すごいね。慰謝料もらってないの偉いね。そうそう、幸せは金じゃないんだよ。そう、経験してると、経験があると、俺の言ってること分かってもらえると思う。和道が言ってること本当だよって。そう。っていうか、本当の金持ちとか見てると分かるよ。なんで俺の周りに本物の金持ちが多いのかっていうので分かる。なんでかっていうと、多分ね、和道の生き方は羨ましいんだと思うよ。ストレスフリーじゃん。金じゃ買えないんだよ、それ。生き方だから。本当に金持ち多いよ、俺の周り。しかもぶっ飛んだ金持ちで。その辺のなんか年収いくらとか百万稼いでますみたいな成金みたいなのじゃなくて、本当の金持ちが多いから。私はストレス溜め込んで仕事してお金使って遊ぶ人生がすごく幸せだな。それがね、いいんだったら、そうするべきだと思ってる。それが好きなら、そうするべきなんだよ。人間は好きなことをやるために生まれてきたんだよ。恐怖心で真似ができないよね。いいんだよ。自分の人生は自分の思い通りになるんだから、リスクを取らないっていうことも幸せの一個だから。俺はね、他人に押し付けるのは嫌いだから。そう。自分が求めてるところっていうのを達成するのが俺は生きる目的だと思ってるから。だから俺はいつも言ってんだけど、俺は配信でアクティブ10万人を達成したいのね。映画作りたいの。世界を旅したいの。で、仕事っていう、みんなが思ってるような仕事。要は誰かにやらされてることっていうのを一切なくしたいのね。
自分のために、そう、それはエゴイスティックに言うんじゃなくて、本当に自分の人生を実りのあるものにしないと自分がかわいそうだから、うん、そのなんていう、自分を幸せに仕上げるために自分で努力してることなんだよね。その不公平とか不満とか不平等とかそういうものと戦ってる、うんうん、常に戦ってるね。不変、その普遍的なものを手に入れたいから、うん、正しい価値観を持ってやりたいからね、うん、自己啓発ってリスク取ろう稼ごう、あれはそういうもの。俺だって自己啓発に投資したのなんか800万ぐらいかけてるよ俺、うん、本だのセミナーだの、うん、会社やってたところ時は月3回か4回絶対通ってたし、うん、200万のセミナーとか受けてたよ、うん、自己啓発、それで自分のセミナーでも自己啓発とかやってたし、うん、リスク取ろうっていうか、その恐怖だと思ってることの解明とかをよくやってたね。だから俺はネガティブな感情はいらないとか、リスクなんてこの世にはないっていうふうに思ってるから、実はそのリスクなく何かを手に入れるっていうことがまず不可能っていうことに気づいたから、うん、で多くのものっていうのはリスクじゃなくて、それ架空のものに、知らないものに怯えてるだけなんだよ。知ったら怖くないから。本当の危険っていうのは命がなくなることでしょ、うん、本当にリスクっていうのは命がなくなること以外人間はありえないって考えてるから、死なない限り幸せになるチャンスはいくらでもある。新しいフォロワーさん、ニアンさんフォローありがとう。私は死ぬときプラマイゼロならよしと思ってる。そうだよ、プラマイゼロっていうか別にマイナスでもいいんだよ。そうで、俺は反省は人間するべきだと思ってるけど、後悔は取り戻せないと思ってるから、俺は後悔しない生き方だけを選んでるかな。うん、そう、後悔、あの時、例えば俺がよく例えに出すのが、大好きな女の子は中学校の時にいたとしよう。で、俺はその子に絶対告白をするの。それは付き合ってくださいっていう言い方じゃなくて、私はあなたのことが好きですって必ず言うの。うん、あなたのことが好きですって。あなたが大好きですって。で、できれば付き合いたいと思ってるって。それだけ覚えておいてくださいっていう言い方をするの。で、なんでかっていうと、好きなのに、そう、付き合えるかどうかわからないけど、好きだっていう思いを伝えないっていうのは一生後悔するんだよ。でしょ？10年経っても好きなんだよ、やっぱり。うん。なんで過去に犯罪したの？それはさっき説明したんだけど、タイムシフト見て。まあ簡単に言うと、弟も経営者、友達も経営者だったんだけど、ベンチャーやってる時って営業マンが足りない時は営業マンのヘルプに行ったりとか仲間同士で、開発が足りない時はエンジニアさんを仲間同士でこっちの会社でちょっと開発してとかよくやるんですよ。で、俺が営業の畑だったんだけど、車屋さんやってたりとか、その、なんつうの、まあベンチャーやってたりいろんな人たちがいたんだけど、ある日弟の友達、要は俺には後輩に当たるんだけど、弟と同級生の親友の友達がいて、その友達の知り合いが会社経営やってると。で、でっかい案件があって600万の信託受益権の契約があって、ただ営業マンが書類とお金を取りに行けないから困ってると。で、誰か営業マンいませんかっていう相談を受けたの。その時に俺暇だから行ってもいいよって言ったの。うん、で、遠いですけどいいですかって。あ、交通費はでも会社が出すんでしょって言って。じゃあ、小旅行も兼ねて行こうと思ったの。そう。休みの日だったから。休みの日だったから社員がいないっていう説明を受けたの。で、おばあさんのところ行って、住所のところ行って、どいなかだったんだけど、こういう会社のこういうところでこういう書類をして、こういう契約で受けてますかって言ったら、受けてるっつって。じゃあ、その代理のものなんですけどっていうことで、お金を預かって、で、それを会社の人間に渡したの。で、俺終わりじゃん。その半年後にいきなり逮捕されたの。詐欺罪って言われて。で、なんだなんだって言って、で、取り調べの時に説明を受けたのが、ここでこういう時にこういう金を受け取って、こういう人間に渡したの。はい、渡しましたよって。うん、あの金、俺詐欺だから。え？え？って。でも俺600万円1円もつけてないしって。それ渡ったの知ってるよねつって。知ってるよって。でも、そのお金もう溶けてなくなってるからって。え、知らないよつって。うん、そう。でも、まあ、その警察の言い分とか裁判官の言い分っていうのは、まあ、そのおばあさんが、あなたがいなかったら詐欺に遭ってないでしょって。あなたが軽率の判断したのも、わかるよねつって。あ、まあ、わかります。
じゃあ僕がおばあさんに600万全額払うし、債務を俺が負うし、おばあさんに謝罪させてくださいって言って、でそして警察に頼んでおいた牢屋の中に、その時におばあさんからの返事っていうのは、まあ、あなたの事情っていうのは分かりましたと、警察から伝わってますと、でその本当に悪いやつがいるし、そいつらを逮捕するっていうのは聞いてますから、あなたは債務を負わなくてもいいですよって、ただその警察でその刑務所に行けって言われたらおとなしく行ってくださいねって、それは自分のやったことなので受け入れてくださいっていうメッセージをもらって、じゃあ分かりましたっつって、でまあその1年半から3年は入るだろうなと思ってたの、まあしょうがないなと思って諦めてたの。そしたら裁判の当日よ、2日目の裁判で、ああもうこっから刑務所行くんだなとか思って、もう腹くくってたから、まあ中でこの体験記でも本に書くかみたいな、いやまあ騙されるおばあさんが悪くないっていうか、まあ600万円ね、そのおばあさん亡くなっちゃってるからね、まあ大資産家なのよ、地元で超有名なおばあちゃんだなんだよね、そのおばあちゃんは。でそのそしたら執行猶予4年って言われて、要は4年間犯罪しなければその外に出ていいですよって言われて、もう会社もなくなってたし、2ヶ月半だね放置されて、で権利もクビになってたし、そのなんつうのあのね、勝手にお金が入ってくるようなビジネスモデルもあったんだけど、それも全部ダメになって、で半年間ぐらいその漫画喫茶、半年じゃない3ヶ月ぐらいか、漫画喫茶中野なんだけど、そこにあるで、ずっと満喫で生活してて、で当時付き合ってた彼女が全部お金出してくれっつって、でそこでバイト探すんだけど、もう家族と縁切るって決めてたから、その時はもともと家族と仲悪かったからさ、あの家族と縁切る腹覚悟してたから、でも住民票は成田のままだったんだよ。だからその住所とかがなんで成田なのに東京で働くのとか言われたりとか、あと言われはしなかったけど、もう明らかに電話とかそう返事来ないなと思って電話しても、明らかに今の時代って検索するんだよ、あの本名で。そうするとヤフーのトップのニュースに犯罪者って出るわけじゃん。そう、それで始末坂道って珍しい名前だから、それでもうダメになって、ああもうどうしよう死のうって思って、もうこのまま生きててもしょうがないやと思って、でそれで俺がその3ヶ月間でもうどんどん鬱になっていった時に2チャンネルを見てたのね。2チャンネルを見てて、最後死ぬ方法とかずっと検索してたんだけど、完全自殺マニュアルって言ってさ、死に方とかさ調べてたんだよね、その頃は。こういうさ、こういう完全自殺マニュアルって言って、これ自殺がいかにどれが苦しくないかとか、どれがインパクトあるかとか全部書いてある本なんだけど、こういう本とか読んで、ああどうやって死のうかなとか言って、首吊ろうかなとかさ、いろいろ考えた時に、気になもううつだよ、うつうつ、完全なもう統合失調症で、もう誰も信じられなくなってたし、もう皆殺しにしてやろうかなとか、いろいろ考えてたの、ほんと。もう生きていく場所がないっていうのが分かってたから。で、その時に、親父から電話かかってきたんだよ。その、何年も前に、もう、俺がね、小学2年生の時に離婚した親父から電話かかってきて、で、一緒に住もうって言われたの、お父さんから。で、一緒に住むようになったの、一時期。あ、これなんとかなるなと思って、助かるわって言って。で、親父のマンションと、別の階におじいさんとおばあさんが住んでるマンションがあったの。俺のじいちゃんとばあちゃん。で、じいちゃんはもう亡くなってたんだよ。で、ばあちゃん一人で住んでんだけど、もうばあちゃんっていうのがボケてたの。で、俺のこと溺愛してるばあちゃんだったのよ。でも、もうそれは子供の頃のわけ。もう高光、高光って言って溺愛してるんだけど、お前高光かって言って。お父さんじゃないのって言って、違うよっつって、高光大きくなったんだよって、もう20いくつだよって言って、ばあちゃんと一緒に住むようになったの。で1週間ぐらいしたらばあちゃんが夜中にゴソゴソっつって騒ぎ出すのよ。泥棒とか言って騒ぎ出して、警察に行くとか言って、要は俺のことをもう忘れちゃってるのよ。で知らない人間がじいちゃんの家で物漁ってるっつって、でその時にもう泣きながら止めたのよ、ばあちゃんのこと。ばあちゃん高光だよって、高光覚えてないって言って、でももう全然話聞いてくんなくてボケちゃってるから、で連れてく連れてくとか言って警察に行って、もう夜中の2時ぐらいだったんだけど、親父に電話して、今すぐ来てっつって、ばあちゃんが分かんなくて泥棒って叫んでるっつって、ば親父が来て、高光だよ孫だよって言っても、いや違うっつって、でもうその夜に俺がもう泣きながら、もうダメだわっつって、もう10年間時間が経ちすぎてるから、もうここ俺家庭だから家族だからっつって、もう腹違いの弟もいるし、
新しい奥さんと結婚もしてたし、もう家庭ぐちゃぐちゃになるから俺入れねえよっつって、で何とかなるから死にやしねえからさっつって、連絡もちゃんとするから俺出てくよっつって、そのまま荷物持ってまた満喫行って、でまあ死ぬかって思ってたの。もうその時に腹くくってんだよ。あ、違うわ、その間にもう一個あるんだ。で仕事がない、仕事がないっつって、働けないって言った時、親父の住所貸してくれるとかいろいろあったんだけど、その時にあのね、東京都がやってるその仕事支援センター、要は生活保護の手前の、要は働きたい若者募集みたいなのやってた、助成金が出るやつで、看護の仕事なんだよ。看護師の資格が手に入って、要は現場で働きながら、その、給料30万保証をして、で、その代わりうんちとか、ボケた老人の、仕事とかが大変だけれども、ちゃんと働いて、その、やってくれるんなら、国が給料と住む場所を保証しますよっていう制度があって、もうこれだと思って、2ヶ月ぐらい通ったの。書類とか全部書いたりとか、本当にやる気があるかどうかとか全部テストして。で、受付の女の人とかがすごい気に入ってくれて、もう本当に人が来なくて困ってると。で、若い人で、島津さんみたいな人で、もう年齢制限ギリギリだけど、働いてもらえるとすごく助かるって言って、で、絶対受かりますからって言われてた。うん。もう募集要項に足りてないし、絶対受かるからって言われてたから安心してたのよ。で、親父とも、それなんとかするからねって言って、あ、よかったよかった、なんとかなるなって言ってたんだけど、と、最終日、面接の日に行ったら、なんて言われたと思う。本当にごめんなさい。これ東京都の住んでる人じゃないと受けられないんですよって。要は住民票がまだ成田だったの、実家に帰らないって言ってたから。おい、星野由良さんいらっしゃい。で、ごめんなさいって、もうこれ受けられませんって言って、いや俺満喫で生活してるって全部話したじゃないですかって言って、で、なんで今更なんですかって言って、でもその時にもう裏切られたような気持ちになって、なんだこれって。東京都で働くのも確定してるし、ね、東京に住むのも確定してるじゃん。で、東京都民じゃないと受けられない。なんだこの制度と思って、バカなんじゃないのと思って、こんなことは要はその官僚が考えそうなことだよね。東京都に住んでる人のための制度、そんな東京でそんなことやりてえやつなんかいねえよっつって。うん、で、もう疑心暗鬼になって、うつがもうどんどん悪くなって、あ、もうこれダメだわと思って、死ぬかどうするか考えようと思って自殺の検索とかしてたのも、もうアウトだと思って。で、いや別にね、あれなんだよ。まあおかしい制度だけど、まあしょうがないよね。うん、東京都民の税金でやるんだから、それは都民じゃないとダメでしょ。まあいろいろあんだろ。で、まあもう疑心暗鬼になって、あ、もうテロでも起こしてやろうかなとか思ったりとか、死のうかなとかいろいろ考えてるときに、一個だけ気になったのが、持ち前のさっきの話なんだけど、なんでだろうだよね。犯罪者がその後どうなるのかって知りたいと思ったの。要は前科を負ったりとか刑務所に入った人っていうのはどういう生活をするのか、どうやって社会復帰するのか。要は俺、犯罪を犯して刑務所を出た後、なんか保護観察みたいなのがついて施設に入れてケアをするもんだと思ってたの。だから俺、裁判終わってびっくりしたんだけど、裁判終わりっつったらそのまま出てってみたいな感じなのよ。もう書類なんか書くのあるんですか、ないとか。要は、はい、じゃあ悪いことしないでね、みたいな。なんか書類とかもらえると思うじゃん。その、犯罪こういうのでこういう判決しましたとか。全然ないの。そのまま手錠外されて、はい、バイバイ、お疲れ、みたいな。え？と思って。そう。で、どういう風に社会復帰するんだろうっていうのを気になったら、2チャンネルでバーって見てたのよ。その犯罪者スレみたいなの。そしたらみんな、聞いたことない言葉を使うの。俺が生まれて初めて知らない単語、ね、初めて聞く単語をみんな連呼してんの。やっぱ生ポだよなあ、やっぱ生ポしかねえよなあとかさ、うん、やっぱ生ポってそういう制度だよね。もう生ポ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 って書いてあるんだよ。なんだ生ポって。俺本当に知らなかったから、生ポってなんだと。要はもうみんな生ポだっつってんの。犯罪者イコール生ポ生ポ生ポなのよ。で、生ポっていうのを検索したら、生活保護って書いてあって、で、憲法とかを全部その日にブワーって検索して、で、その、もやいっていうんだけど、その NPO 法人とかがあるとか、そういうサイトとかももう何ページももうそのまま起きて、次の日、新宿区役所に行ったっていう。もうこれしかないと思ったから。で、こういう状況でこうでこうでこうで、つって。そう。で、生活保護になると。で、その間に、その
引っ越しの準備をするとか家具を揃えるとか、まあ、いろんな手続きがあるんだけど、要は普通に生活してくれと、まあ最初の半年ぐらいはもう生活成り立たせることだけ考えてくれと、もう鬱がおかしいのは目で分かったらしいのよ。そう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 、もう分かるじゃんそれ、もう血は知ってるとかさ、必死感が伝わるわけじゃんやっぱりね。でそれでその保護施設みたいな、ナマポはね13万ぐらいだね、うん。でそういう施設に入ってて、で一人暮らし用の引っ越し、要はここ1年ぐらい決まったんだけど、その間に精神病院も通ってくれって言われて、で精神、そこで初めてその精神病だっていう診断を受けるんだよ。まあ鬱になるよね、うん、まあ自分が悪いんだけどねそれは。でそのそこでもうやることがないわけよ、もう鬱だから働くなって言われてたから、ドクターストップなのよ。だから1年2年は病気治すことだけ考えろって言われてたの。でその何、区役所とかでも働けないから、別にそのまあ病気治ったら働きましょうみたいな感じなのよ。まあ全然生きていけるよ。でそこで始めたのがニコニコ生放送だった。そこで毎日やることないしお金がないんだよ。それがね4年前だね、ちょうど4年前。で生ポを受けてから半年後に俺は放送を始めてんのよ。そう、そんな感じで生ポ、不思議なもんで時は経ち、配信で有名になりでなぜか知らないけど配信で稼げる時代になり、生ポを抜けるっていうね。本書いたら読んでくれるちょっと読みたいよね、うん、でっていうのが俺の人生だね、うん、面白いでしょ。六本木ヒルズの最上階から生ポまで落ちたんだよ、うんうん、ニコニコで初めから生ポってカミングアウト、うん、違う、最初からはそれは伏せてたの。なんでかっていうと、その生活保護のことはプライベートの友達には言ってたんだけど、あの最初その社長がいるんだけど、知り合いの社長が和道さんをタレントにしてタレントビジネスやりたいって言われたの。だからあのネットタレントでその事務所が最初ついてたんだよ。でそこで生ポは絶対言わないでくださいって言われてたの、うん、だからその隠してなんだよ、本当は言いたかったんだけど。だけどある日俺がカミングアウトしたの、1年半ぐらい経って、ごめん1個だけ嘘ついてることあるわって、あの全部正直にやってきたいし、俺生放送好きだから、もうその頃どっぷりもう生主でやってくって決めてたから、だからごめんねって1個だけ隠してる、嘘はついてないかもしんないけど隠してることがあるからって、みんなに嘘つきたくないから言うねっつって、生ポなんだって言ったらもう大荒れだよ、うん、大荒れ、大炎上。そっから毎月200件新宿区役所に通報が入るようになった。読みたいまあブログ書くよじゃあ、うん、そうそうそう、うん、でその仕事とかを探すようになって、放送しながらじゃあ働くかって言ってるけど、やっぱり落ちるんだよ。で今の会社にその働けるようになるまで、そうだな、結構いろんなところをして、職業訓練とかも落ちたし、あどうなんだろうね、生活保護者はみんな隠してるし、でも知り合いの生主で結構やっぱ生ポの人いっぱいいるよ。やっぱ言ってないけど、それは別に俺どうこう思わないけど、うん、まあ普通隠すでしょ。ただまあ物もらってるやつとかもいるから、それは不正受給でいつか捕まるよとは言ってるけどね、アドバイスで、うん、本当は生ポなのにお金もらってて市役所に申請してないやつとかいっぱいいるから、たくさんいるよ、うん、いっぱい知り合いはいるけど、ここで暴露するつもりは一切ない、うん、ここで暴露するつもりは一切ない俺は。通報する人がいるっていうか、別にその自分がどうかだから、やっぱり自分がどういう生き方してるかどうかじゃ、他人のことにちゃちゃ入れてもさ、悲願だりとか恨んだりしても意味ねえから、うん、自分の人生どうするかしかできないでしょ、うん、だから俺は自分がどう生きるのかしかないね。おキットさんいらっしゃい、うん、生ポ切られたの、うん、生ポだったのキット、うん、でも別に生活保護は生放送しちゃいけないなんていう法律ないんだけどな、
キットって稼いでたんだっけ？マンスリーランキングどれくらい？ちょっと待って、マンスリーランキングで大体の収入がわかるから、きっとどれくらい稼いでんだ月、配信で稼いだお金は不正受給になるの？ならないよ。不正受給っていうのは収入があることを隠して生ポをもらい続けることを不正受給っていうの。あ、そうなんだ。はあ、車乗ってる動画送られてた。冷静に考えると放送はいけないって決まりはない。ないよ。言論の自由があるんだもん。で、要は、いくら稼いでますよっていうのを申告すればいいだけ。申告をしてないってことは二重取りしてるってことじゃん。要は、その、俺は7万働いたら4万返してるの。国に。そういうことをちゃんとやってれば不正受給じゃない。だから、生ポの人は別に働くことはいいことだから。お金稼ぐことはいいことじゃん。勤労の義務って呼ばれてるのがあるぐらいだから。だから別に配信も仕事でやってるから別にとやかく言われてないよ俺は。それがもし違法だったらその職業選択の自由という憲法違反なの。憲法違反は最高裁まで行くでしょ多分。だってさ、ナマポの人はこういう仕事に就きなさいっていう法律だったら日本おかしくなると思わない？そんな法律適用されるわけないでしょ。そんなお前北朝鮮じゃねえんだからみたいな。なんかのんたんが言ってんな。のんたん、のんたんいびきかいてる、配信で食べていけるのも才能だね。あんまりおすすめしないけどね。あんまりおすすめはしないよ正直言うと。食ってけるっつってもさ3年やってるからね。チャック開いてないよ。チャック開いてたわ。ごめんごめん、開いてたわ、今メンタルの方落ち着いてますか？そうだね、あの鬱にはなってないね、のんたんと付き合ったから鬱は一回も出てないんだ、そう、ただ統合失調症とかはねまだ残ってるけど、相変わらずね誰とか言ってのんたん困ってるけどいきなり誰かと会話してるらしいよ俺。今通ったの誰飲んだの、誰もいないよ、誰もいないよワドさんみたいな、いやいたでしょみたいな、そういうのは多々あるけど、大丈夫だよってそうそう抱きしめてくれる、見えない何かと戦ってるんだ、のんたん優しいよ。ていうかこれ政権好き1万回配信やめてよかったら手挙げてもらえますか？みんなどう？やめていいよっていう人は1。やめちゃダメっていう人は2。これさ、無理じゃない？これ無理じゃない？やめていいっていう人は1。録画はね、YouTube に投稿してたんだけど、なんか YouTube バンになったんだよね。やめていい人は1。やめたらダメっていう人は2。ロハコとキスしたのは演技。古い話じゃない。1年前の話題。もう散々語り尽くしたから別に演技でも本気でも何でもいいよ。どっちでもいいよ。みんなが笑ってくれるのはどっちでもいいよ。どうする？これ需要あんのかな政権好き、ないでしょ。やめていいっすか？政権好き配信やめていいっすか？このままダラダラやってても普通の雑談してた方が面白いでしょ多分。やめてもいい？いい、普通の雑談の方が花火くんじゃねえかっていう、ありがとう。じゃあやめるわ。やめます。やりたいようにやるわ。ごめんね。
そうだな、やりたいようにやるのが一番いいな。じゃあ出席確認取ります。今見てる人手挙げてください。出席確認取ります。今見てる人、リスナーさんだいぶ入れ替わったんで手挙げお願いします。つかすさん、一人一人読み上げようか。つかすさんいらっしゃい。まゆきちさんいらっしゃい。梅屋敷さんいらっしゃい。やみくささんいらっしゃい。あとみんな寝ちゃったかな。103人いるはずなんだけど、ありがとうございます。寝落ちしてるなこれ、多分寝落ちだな。のんたんもだって配信つけっぱで寝てるもん。アクティブ1だよ。のんたん配信つけっぱで寝てるもん。かわいいよ。見てみる、見たい。のんたん見る。携帯電話で俺の配信ついてるぞ。寝てる、ちっこくなってる。俺の放送をスマホで見てる。みんなあんな感じで寝てんだろうな。かわいい、かわいいわ。いや、ほんとのんたんかわいいよな。かわいいよね。かわいさであふれてるよね。のろけてる。一番そばの特等席にいるのにスマホで寝てる。いや、いつも後ろでスマホで見てるよ、のんたんは。スマホでずっと見てる。和道パーカーなかなかいいな。俺も買おう。和道パーカーかわいいんだけど。柔軟体操したら膝裏の筋痛めて温めるのがいい。テーピングもしてるけど全然治らん。いや、病院行った方がいいと思うよ。それ全然わからん。筋痛めたのは病院行くべきだよ。温めるのがいいのか冷やすのがいいのかとか全然わかんないわ。申し訳ない。でもね、病院行った方がいいよ。一生ね、年取った時にも来るよ、そういうの。結構がっちりやっちゃったのね。かわいそうに。あ、もしよかったら、僕パーカーとか T シャツとか販売してるんで、いいねボタンを押せるんですよ。あのハートマークね、バンバン押してもらえると嬉しいです。これね、俺のあのすずりっていうところなんだけど、パーカーとステッカーと T シャツ販売してるんで、もしよかったらね、ハートマーク押しまくってください。購入したい人はぜひ購入していただけると嬉しいですね。和道パーカーとね、ステッカーが売れてますね。結構冬場だからかな。 T シャツね、まだ1枚も売れてないんだよね。 T シャツが人気ないんですよ、なぜか。もっと売れるかなと思ったけど、もしよかったらハートマークズッキュンしてください。お願いします。よろしく。そろそろ寝るか。じゃあ朝だし。じゃあ皆さん
放送終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。